緊張緊張。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ということで、今回はですね、はい、第317回、はい、どんどん夢が叶うメディカスでございます。今回のメディカスのゲストでございますけれども、ビューティフルライフデザイナーもこさんこと岩城智子さんです。もこです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、なんて呼んだらいいのかね。もこさん、もこさん、もこちゃんとか呼ばれると嬉しいんですけど。あ、そう、いつもなんて呼ばれてるんですか。もこさん、もこちゃん、もこちゃん、もこちゃんでね、呼びやすい。わかりました。じゃあもこちゃんってね、やったー、呼ばせていただきたいと思います。水越さんにもこちゃんと呼んでもらえるなんてすごいです。あ、なんで。そう、だって水越さんですよ。いや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 、まあ、テレビの中の向こうのすごい人ですよ、ね、はいはい、はい、そうだ。まあね、で、まあ今日ね、はい、メディカツを初めて見た方もいるかもしれませんの で、ね、ちょっとね、メディカツのお話をさせていただきますと、はい、このメディカツというのは2010年の5月からユーストリームを使った対談番組、1時間の対談番組を始めました。で、20時からなんだけどもね、最初はね、番組始めた時はユーストリームってどういうものか全然分かんなかった、うん、とりあえず始めちゃおうと思って始めたんで、はいはい、私の近くに住んでる高木さんという名刺の専門家の方をお呼びして、はい、面白い名刺を紹介するっていう番組にしたんですよ、はいはい、でやったら、まあコメントもいっぱい来て、視聴者もたくさん見てくれて、でそれでやめようかなと思ったら、最後の方に来週も楽しみにしてますってコメントがあって、分かりました、じゃあ来週もやりますよって言って、それから続いて毎週毎週、今年で6年、300回素晴らしい。先週 ね、パーティーしましたね。そう。で、はい、先週ね、7月12日に300回記念ということで、恵比寿のイーストギャラリーというところでね、150人近くの方がお集まりいただきまして、はい、まあ、パーティーやって、まあ、岩城さんもね、もこちゃんもね、ここに来ていただいたということでね、どうでしたか、パーティーは。パーティーすごい、たくさんの、想像以上にたくさんの方が来てたし、なんか皆さんそれぞれ、はい、まあ、個性豊かなっていうんですか、うんうん、何かしらこう自分のお仕事を持ってたりとかいう、うんうん、いう方がたくさんいたので、もうすごいご縁がいっぱいつながって楽しかったです。本当に水越さんのおかげです。いやいや、僕はあれはまあ交流会っていう名前をつけてる通り、ね、ね、皆さんに交流してもらって新しいご縁をね、つないでもらいたいっていう思いから、はい、まあ、あとおもちゃの鑑定士の北原照久さんがね、来ていただいて、素晴らしいお話をね、してくださいましたよ。もうあの方は本当に、ね、素晴らしい方なんですよ。で、あと桑田靖子さんとかね、僕の大好きな、ね、はい、方に来ていただいたり、メディカスバンドのね、新曲を聴いていただいたりとかね、いろいろありましたけども、いや、ありがとうございます。で、まあ、300回を迎えて、今回は317回ということですけども、まあ、こうやって継続してやっていく中でね、僕の夢がいろいろ叶ってきたんですよ。例えば出版とかね、あと全国で公演とか、うん、CD デビューとかね、うん、あとは新しい講座を作って、うん、まあ、売り上げを上げるとかね、まあ、そういう夢がどんどん叶ってきて、で、このメディアを使ったね、こういうファンを作るというノウハウをもっとたくさんの人にお伝えしたいなと思ってできたのが、うん、自分 TV マスター講座ということで、まあ、岩城さんもその僕のセミナーにね、出ていただいて、普通はね、セミナー出ていただいたら、その後に講座っていうのがあって、それを 2ヶ月ぐらい受けてもらって、それから番組を皆さん始めるんですよ。そうなんだ。そうで、岩城さんはセミナーを受けて6日で番組始めちゃったっていうね、もう前代未聞の方なんですけども。そうです、6日で始めました。まあでもね、最初そうやって始めることはできるんだけど、やっぱね、いろいろとトラブルがあったりね、難しいんですよ、はい、やっぱ失敗もあったり、はい、でそれを皆さんにショートカットしていただくために私が講座を作ってるんだけど、まあ、それをね、受けないで始めちゃったということで、いろいろ苦労してますけど、でも今ね、番組なんだっけ、番組名、あなたを応援 TV です。あなたを応援 TV っていう素晴らしいのやってますから、ぜひ皆さんもね、はい、もう8回放送しました。月2回、毎週です。あ、毎週、すごいな。毎週って、自分が毎週なのにびっくりした。すごい、ね、毎週木曜日の20時ですね。木曜日の20時からやってますからね、はい、あなた応援 TV 見てください。それで、
まあ、私もそれで番組を続けてて、うん、いろんなゲストの方にね憧れてた、うん、何でも鑑定団でおなじみのおもちゃの鑑定士の北原照久さんとかね、うん、歌手の岩崎宏美さん、うん、そしてシンガーソングライターウイスキーはお好きでしょという曲を書いてね有名な杉正道さん、元巨人の篠塚さんとかね、漫画家の川口海二さんとか、まあ、いろんなね憧れてた方にこうゲストに出ていただけるようになったと。でそれは僕がどうのこうのというよりもそういうメディアのこういうライブの番組を毎週定期的にきちっと継続して配信してきたから、うん、それで信頼をできるようになって、うん、まあ、出ていただいたということが一番大きいのかなと思って、こういうことを皆さんにもやっていただきたいということで、まあ、今はねそういうこと番組、セミナーとかやってますんで、まあ、終わりの方で私のセミナーも今回告知させてもらいますので、ご興味のある方はね来ていただきたいと思いますけども、おすすめですよ、ね、ありがとうありがとうもうね、実際にセミナー出てやられてて喜んでやってる人がそうやってね言ってくれなさるの一番嬉しいよ。いやーもうね、セミナーを受けてる間にもういろんなイメージが浮かんじゃってどんどん、ね、だともう本当にセミナー受けてる時もうずっと笑顔でね、もうワクワクしながら受けてたもんね。そう、もうワクワクしちゃったんですよ。もう自分が始めたその情景が浮かんで、なんか妄想モードですよね。妄想モードでね。もうそのぐらい楽しいね。楽しかった。まあ本当にね、まあ今日初めてこのねメディカスを見てくださってる方もいるかもしれませんけども、アーカイブが YouTube にありますから、YouTube でメディカスって検索したらもうバーって出てきますから、ぜひね、見ていただきたいと思います。それで、これはUstreamというシステムを使ってますから、皆様がコメント、打っていただいて、それを私が読み上げるというリアルタイムコミュニケーションが楽しめます。そうです。ぜひですね、これが面白い。そうなんですよ、ね。だからそれをぜひ皆さんね、体験していただきたいので、はい、ぜひコメントを打ってください。で、ソーシャルストリーム、パソコンで見てる方は画面の右側、うん、これね、右側ってね、やんなきゃいけない。私いつも間違えてます。ありがとうございます。ね、右側。覚えました。右側、ね。自分にとっては左だけど、見てる人は右側、ね。そうです。こちらにソーシャルストリームというのがありまして、ここにね、入力して送るってボタンを押すと反映されますけども、これ登録しないといけないよね、うん、Facebook でやられてる方は Facebook でログインというボタンで押せば簡単にできますけども、これどうしてもできないという方はですね、そのチャ右側にチャットっていうねタブがあると思うんです、はい、それをクリックしていただくと、このチャットはですね登録しなくても誰でも書き込めます。来てます、これこんばんは、リョナーさんこんばんは、ああさよならってね、終わっちゃった、いただいてますけどね、チャットの方でもねコメントいただければそちらもチェックしたいと思いますので、はい、ぜひコメントいただきたいと思います。ということで今日もね始まる前からたくさんのコメントをいただきます。たくさんコメント来てて嬉しいです。ちょっとねとりあえず読めさせてもらいますね、はい、どこまで戻ればいいですか。今日の一番はね一番はね今日米屋さんだ、カレーライスを作りながら着席の、ああすごい、ね、ありがとう。あとね箱崎さんもね、名古屋からね、あ名古屋じゃない愛知県の春日井市から、僕今度ね8月の29日にここの春日井市っていうところで、出版記念講演会をやりますんでね。私の誕生日です。嘘、8月29日おめでとうございます。焼肉の日です。焼肉の日焼肉の日生まれです。あそうなの、僕その日に春日井で記念講演会やりますんでね。マイケル・ジャクソンと同じ。マイケル・ジャクソンもそうなのすごいよ、覚えたねみんなね、覚えたあとね塚本ゆきちゃん、はい、ゆきちゃん、ね、ありがとう、ね、毎週見てくれてるんです、私夜ご飯食べながら見ますねってね、はい、ありがとう、見てください。あとね渡辺志保さん、志保ちゃんもありがとう、こんばんは、あ神戸さんね、神戸さんこんばんは、今日もありがとうございます。コミネッチ、コミネッチありがとう、コミネッチはお仕事しながらねいつも見てくれてます。竹森さんありがとうございます、いつもねありがとうございます、はい。あ、しほちゃん浴衣も投票しますよということでね、あ実はここにあります小金井浴衣美人コンテストっていうのが7月の24日、はいね、はい、ここは場所武蔵小金井って JR 中央線の武蔵小金井なんですけども、はい、ここの伊東洋岡戸の前で実は阿波踊りを23、24の土日でね、うん、これね実はもう38回目です、38年やってる、うんうん、小金井阿波踊り大会っていうのがあります。ぜひ皆さん遊びに来てくださいね、はい、露店とか出ましてね、夜店いろいろな食べるものとかもありますから、家族ご家族でねいらしてくださいね。あこれこれね用意したんです、はい、用意したんです、せっかく小金井アウトで、これ実はねうち僕がデザインして作ったものなんですよね、すごーい、小金井アウトで阿波踊り委員会の実行委員の実行委員、私メンバーなんでね、なんですよね、はい、小金井アウトで7月の23、24でありますから、ぜひですね見に来てください。 できれば24日にで24日に浴衣美人コンテストというのがありまして、はい、
実はそれにエントリーしてるのがここにいるもこちゃんでございます。はい、はい、ここはねゆかりということでね、何がゆかりなんですか聞いてくださいよ、はい、ゆかりも縁も何もなかったんですけど、最初だからだってなんで小金井なのってよく聞かれるんだけどなんでそう未だになんで小金井なのって聞かれるんですけど、うん、これをだからその6月の末ぐらいに水越さんがあのコメントがあって、これ後ろのポスターが気になりますっていう方がいたんですよ。こういうコメントが来たので僕がその時紹介したんだよ、ね、紹介したんですよ。小金井浴衣美人コンテストありますよって、皆さん出てください、ゆかりのある人だったら出れますよって、でゆかりのある人は言わなかったんですよ、その時。言わなかったのこれ。言わなかったんです。うん、で、出よっかなって、まあ、半分以上冗談でコメントしたら、あ、岩木さんいいですよ、絶対いいですよ、出てくださいって言ったんですよ。うん、なので、じゃあ出ますって、そのまま応募フォームに行って、で、応募したの？そうです。すごい。まあ、番組が終わってからね。うん、で、応募条件に、小金井にゆかりのある方ってあったんで、ゆかりないから水越さんに、私ゆかりないですどうしましょうって言ったら、大丈夫だよ7月の今日ですね19日にね、メディカツ出るんだからそれで OK だよって言ったんですよ全然覚えてないんだよわかりました、じゃあそれ書きますって言って書いたら本当に受かっちゃった。本当にね、一次審査通ったんです。通ったんです。でその時に僕そうやってねコメント言ったじゃないですか。でそれに僕のゆかりのある人が2人川原さんという人とあと向井さんというね、はい、自分 TV やってる舞子ちゃんも応募して、ねうん、でまあいろいろ一次選手といろいろあるんだけども、はい、でそこを最終的に今度24日に、まあ、岩木さんがもこちゃんが残ったということでね、はい、ぜひ応援をね。あと川原さんという方も僕地元の付き合いがあるんでね、お二人僕は応援してるということで立場上ね。ちょっとウェブ投票の宣伝してもいいですか、はい、あどうぞ、はい、あウェブ投票ね、ネットでね、はい、誰か URL 載せてくれると嬉しいんですけど、うん、小金井浴衣美人コンテストって入れると今この画面がね開くんですけど、うんうんうん、そこに、23日の3時までウェブ投票をする画面が出てきます、うんうんうん、でそこで、上位3名に入った人は当日の審査に加点されるということで、うんうん、私頑張ってます、うんうんね、私頑張ってますっていうか、はい、で今現在ですね暫定1位をいただいてますので、素晴らしい、ありがとうございます。はい、できたらこのまま走り抜けたい。だってね、小金井に、うん、って青いですよ私。私成田に住んでるので、ここまでね2時間かけてきたんですけど、うん、当日会場で応援してくれる人っていない、まあいないじゃないですか。すごいよ、ね、水越さんは応援してくれると信じてますけど、はい、なのでウェブ投票頑張っとかないかなと、ね、思って、その積極性も素晴らしいしとにかく、まあ、ぜひ皆さんもこちゃんをね応援していただいて、お願いします。応援24日当日ね、まあ、どうなるか分かりませんけども、伊東洋華堂ですね、伊東洋華堂前でやりますんでね、はいはい、で阿波踊りも当然そこ来れば見れますから、はい、阿波踊りって皆さんね多分生で見たことない方がほとんどだと思いますけど、うん、すロックです。皆さん盆踊りと勘違いしてる方いるんですけど、してます。阿波踊りってはっきり言ってロックです、ものすごい。僕阿波踊り実は鐘をやってたんですよ。それで高円寺の連とかに入ってて、高円寺でも出たりしてたんですけども、それで腰痛めちゃったんだけども、ロックなんですよ、ものすごいですよ迫力が。へー、だから皆さん興味あります。阿波踊りぜひね生で見ていただきたい、うん、もう私も見れるかな、もうね本当にね大丈夫か、ファンになると思います。ぜひずっとやってずっと踊ってくれてるんですか。23、24は夜18時から朝から晩まで踊ってくれてるんですか。18時から今言ったと思いますけど、朝から頑張るから18時から聞いてない18時からやります、ね、あ、じゃあ浴衣コンテストの後、そうです、そうです、24日のね見れます、はい、ぜひ、来ていただきたいと思います、はい、一緒に見ましょ う、もうこれだけで15分撮っちゃいましたけど、ね、今日はねてんこ盛りですね。そうなんですよ、実は今日は先日私本こちら、これからの中小店は動画で反則集客しよう、これを出版、6月25日出版させていただきました、おかげさまでね、売れに売れてるところではございますが、これ出版キャンペーンありまして、はい、そのキャンペーンの特典としてメディカツ出演券ということで、7月24日か10月4日どちらか選んでいただいて、応募できますよっていうことをしました。たくさんの方にね応募いただきました、はい、ご応募ありがとうございました。で、まあ、あとスカイプコンサルとかあるんですけど、スカイプコンサルはね、また別途抽選して決まった方にお知らせします、はい、今日はここでは、
メディカス出演券ということで7月24日と10月4日この2回を選ばせていただいて、あ、ごめん、え、何26日、あ、7月26日と10月4日ねこの2日で1人ずつ抽選して素晴らしい、実際に当たった方に直電、直電じゃない、何だっけ、直電、いいんじゃないですか、電話かけます、生電話、で、3回なるまでに出ていてもう今勝手に決めてますけどね3回厳しいな、5回でしょ、5回ね、5回なるまでに出ていただかなかった場合は次の方に、次の方に次の方に行ってしまいます、ということで携帯皆さん、ね、あと20分ぐらいでね抽選しようかなと思って、まだしないんですね、まだ伸ばします、引っ張りますということでお楽しみにしていて、もうすごいたくさんの方がね、はい、応募してくれました、はい、それともちろん今日はゲストですから、もこちゃんの話を、ね、いっぱい聞いて、はい、質問もしたいと思いますけども、はい、さっき言ったように、コメントいっぱい来てますんで、はい、それもねたくさん読みたいと思いますんでね、ありがとうございます、米谷さんね、ありがとうございます、かっこいいです、これでいいですかってね、これでいいですかしてやりませんよ、ありがとうございます、ありがとうございます、近藤さん広島からありがとう、もう着席してます、ありがとう、ありがとうございます、コミネッチ、コミネッチもこさん、いつもよりテンション高い、もう高い、ね、そりゃそうですよ、あのね、このメディカツですよ、メディカツね、ありがとうございます、素晴らしい、もう皆さんがねメディカツ出てくる、もこちゃんが出たってことを喜んでるっていうのが ねもう本当に、ね、伝わってきますよ、はい、あ、村井くん同級生、ポルシェ村井くんね、あ、村井さんこんばんは、こんばんは、岩木さん、パーティー以来ですね、明るいメディカツに今日はなりそうだってことね、はい、ありがとうございます、盛り上げていきます、村井さんてっきり来るかと思ったんですけどね、村井さん、近いんですか、隣の市ですか、隣には今から間に合いますよ、まだまだこれから何十分も、ね、はい、神戸さん、はい、第317回メディカツおめでとうございます、ありがとうございます、水越宏樹さん、岩木智子さん、こんばんはってことで、ありがとう、こんばんは、ご丁寧にありがとうございます、カイさん、ありがとう、大分からね、浴衣素敵でした、 ありがとうございます、カイさん、お会いできて嬉しかった、会えた、会えた、ね、はい、僕ね、メディカ300回でね、150人ぐらいの人来たじゃないですか、でもういろんな人と僕は交流したいってことで交流時間わざわざ設けたのに全然交流できませんでした、後から写真を見てこの人来てたんだっていう人がねいっぱいいて、本当にね、私もほとんど喋ってないです、あ、そう、写真1枚撮ったぐらいです、誰と、あ、水子さん、あ、僕とね、本当にね、あれ水子さんと交流する回じゃないのか、いや、交流する会なんですよ。だから本当にね、もう一回やりたいなと思いますけどね。やりましょう。あと333回記念。もこちゃんのワンピース、超可愛い。想像と違ったわ、はい。大人っぽいイメージがあるけど。今日は緑見えますか？今日はめっちゃ可愛いということで。ちょっと恥ずかしい。そんなの。いいじゃないか。視聴者の方はそれを。ちょっと何ですか？っていうことね、エロく撮んないでください。エロく撮る、こういう感じでね。はい、視聴者撮る。素敵じゃないですか。ね、視聴者はこういうね、はい、ショットを待ってるということで、このそういう番組です、この色がね、すごい素敵、この色がちょっとよく見えますかね、大好きなパステルグリーンです、パステルグリーンね、はい、ちょっとね、あの画面だと分かりづらいかもしれない、パステルグリーンでね、すごい、あ、こういうのと分かるかな、はい、ということでね、サービスショットという、サービスショット、ということでね、はい、まさかまさかの、ね、はい、浴衣素敵、うん、どこ、ここまで行ったの、あ、そうですね、村井さん、ハラちゃんが写真をアップしてる、今日は美女と野獣と怪獣のオンパレードの誰、怪獣って誰、まったくね、村井さん面白い、あ、池上さんありがとう、水越さん、もこちゃんこんばんは、もこちゃ ん全然緊張してないですね、あ、はい、してない、いや、してます、すごい、まあ暑いです、嘘、本当暑いです、そうなんですね、いや、だってもう何度も言ってますけどメディカツですよ、ありがとうございます、そう言っていただいてね、はい、米谷さん、ワクワク妄想のあまり早く帰りたいと感じるセミナー、あ、その僕のセミナーね、だ、早く帰ってやりたいって思っちゃうセミナー、思いましたよ、本当に、あ、それ言ったよね、どっかで言ったと思います、どっかで書いたか言ったか、米谷さんよく知ってるよね、そうそういう感じだったのね、そういう感じでした、だからもうワクワクして今すぐ始めたい、すぐ始めて帰って始めたい、そういうセミナー、はい、7月22日金曜日、金曜日、まだ間に合いますよ、皆さん、あの僕のセミナーありますから、はい、ぜひ、多分ね、今誰かがリンク貼ってくれると思いますけどね、はい、僕のセミナー来てください、会いに来てくださいね、よろしくお願いします、ぜひおすすめです、はい、ね、甲斐さん妄想大ということでね、
すごいいっぱいコメント読んでたら終わっちゃうんじゃないですか、うん、今日大丈夫大丈夫大丈夫あマークさん こんばんはってことね、ありがとう、マークさんこんばんは、さん昨日は井上美和子さんと団子汁と鶏天野生馬食べに行きました、あありがとうございましたね、本当にね、あありがとう、はい、あ来た向井さん、向井さん、舞子ちゃん、舞子ちゃんありがとう、舞子ちゃん、水越さん、もこさんこんばんは、もこさんの顔が小さいですってことは僕の顔が大きいですってことをアンに言ってるのかな、遠近法です、遠近法、ね、はい、ありがとう、ハコちゃん8月26日ごめん俺29日って言っちゃったんだ、ごめん8月26日、春日井の出版記念講演会よろしくってのね、ハコちゃんちょっとリンク貼っといてよろしく、誕生日じゃなかった、カイさん、そう青踊りあるんですよ、あ僕ユーストリームで配信しますからね、よかったら見てくださいね、見ます、あ川本さん国立のイラストレーターね、こんばんは、ヤキさんの行動力すごいですねってことで、ね、ありがとうございます、あこれなんだろう、ユキちゃん、あ私のあこれエントリーのね、ユキちゃんね、はい、ありがとうね、私のページですよ、はい、ありがとうございます、直に投票できるようになってます、ぜひお願いします、しおちゃんもパソコンとスマホから毎日ポチってますよ、はい、しおちゃんありがとうございます、川本さん投票しました、ね、ありがとうございます、ハコちゃんも投票しました、わーすごー、村井さんそうだ今日は抽選会だ、そうなんですよ今日から毎日土曜日までお願いします、村井さん10月4日ね、はい、10月4日あ、カイさん応募しなきゃ残念、もう間に合わないですか、自宅で水越くんから電話が来るのがワクワクドキドキしながら待ってますそっちは行きます、そっちは行きませんね、行くといいね、はい、山本由美さん、山本由美さん、山本由美さん、もこちゃんのお友達じゃない、あそうだ由美ちゃん、あ今日お友達になったんです、このゆきちゃんの紹介を、うん、あの浴衣のね紹介してくれて、コメントのこうやり取りをしていて、はい、それでお友達になった由美ちゃん、ありがとうございます、緑なんですよ本当は、はい、あ川原さん来た、あ来た、いや今ねウェブ投票で 1,2 位は争ってる川原さんこんばんは、ライバルです、小金井浴衣コンテスト仲間の地元小金井ミッキーです、さすがちゃんと言うところがね、当日は一緒に楽しみましょう、そうです本当楽しんでくださいね、本当によろしくお願いします、バチバチ視線やるのが楽しんでくださいね、はいミッキーありがとう、ゆきちゃんサービスショットありがとうございます、残念ながら白いワンピースに見えちゃいますけど、はい、あやっぱりね、形デザイン生地みんな素敵、もこちゃんファンが増えちゃうね、嬉しいです、はい、岩木さん今日今度自分 TV 見てみますね、ぜひご覧ください、あ、梶川さん、梶川さんも僕の自分 TV マスターコードの1期生なんですよ、うんうん、それでつい最近1年ぶりに、トドロキ TV っていうのをね始めましたね、ありがとう、はい、あ、ハコちゃん春日井市での僕の講演会リンク貼ってくれました、はい、もしお近くの方ね、名古屋近辺の方いたら、はい、ぜひね参加してください、8月26日です、ということで、はい、さあ25分過ぎました、25分過ぎました、皆さんのコメントね続々待ってますよ、よろしくお願いします、あチャットも来ましたね、あ神戸さんね、神戸さん、どうだろう、春夢を叶えて素晴らしい楽しい時間を過ごしてくださいね、水越さんまたお会いしましょう、あ大滝さん、大滝さんありがとう、ありがとう、と、ね、いうことでチャットの方もお待ちしてますんで、ね、春が私たちを引き合わせてくれたんです、うん、あの大滝さんという方が、あれなんていうのネクストステージの交流会、はい、交流会が大滝さん主催してて、そこに僕を講師として呼んでくれて、はい、そこにもこちゃんが参加者でいて、はい、そうなんです、で僕その時にちょっと簡単にお話を自分 TV の話をしたら興味持ってくれたんだよね、そうなんです、だからすごい食いつきでしたよ、 それが4月じゃないですか、うん、でもう次にあった5月22日のセミナーに行って5月26日に番組した早っそれで7月にメディカツ出演ですよ、すごいね、で来週再来、あ来週の私のテレビ番組に水越さんゲスト出演です、はい、もう夢叶ってます、ね、やっぱりねこう自分でいろいろ言ったり行動するっていうことがね、はい、やっぱりもこちゃんすごいやっぱ実践してますよ、はい、だから皆さんもねやっぱり何か叶えたいとかね、うん、夢を叶えたいと思ったら、うん、自分でやっぱり言葉で言うね、叶うという字は口偏に10ですから、口で10回以上言いましょうということでね、はい、ぜひ皆さんもね夢叶えるためにねこうどんどん表現するということは大切だと思う、だから僕もこの番組で北原さんに出ていただきたいなと思って ね、北原さんが見てるわけないのに、うん、カメラに向かって北原さん今度メディカスに出てください、お待ちしてますって言ったら、それから何ヶ月後に実現したという、ね、実現した、すごい、ね、はい、今は誰か呼びたい方いるんですか、僕がこれから呼びたい方は、キングカズね、三浦カズ、それから浅田真央ちゃん、ユーミンね、ポール・マッカートニー、スティーブン・スピルバーグって、もうこれ僕言ったらみんながね何言ってんだよって言わないで、
へーってみんな納得しちゃうところ、いつだろうって今度待っちゃいますよ。すごいところですよね。本当にこれ実現したいなと。で実はもう数にはね、もうメディカスという言葉がもうすでに耳に入ってる。これ面白いでしょ。本当にね、この間ねちょっとユーミンともうちょっとつながりそうになってます、まあだから本当にね皆さん不可能はないですね。本当にね、すごい本当に叶ってる。ヤシオさん有言実行ですね。有言実行です。解散加速してますね、ということで今日はそれでモコさんはねセミナー自分で、はい、私応援 TV だっけ、なんだっけ、あなたです、あなた応援私応援してあなた応援 TV ってやってます。自分で、ね、私を応援して TV に変えようかな、でその、はい、まあ、MC をやられてるんですけど、はい、実は今日はモコさんのことを皆さんにいろいろ紹介したいんですけども、いや違う、下あそこ、立てね、立て、あれ1枚出してもいいですか。はい、どの写真がいいですか。あ、これ、あの私のテレビを見てくださった方に、あの QR コードを読んでいただいて、あのポイントを集めてもらってるんですよ、なので今日はこちらの番組を見てくださった方にもポイントを差し上げたいなと思ってるので、はいはい、このね、QR コードを、パソコンで見てる方は普通に、あのスマホで読んでいただければいいんですけど、もしあのスマホで見てる方はスクリーンショットを撮っていただいて、なるほど、それを LINE のお友達追加で QR 読めるとかあるじゃないですか、そこに行って、ライブラリってところ、写真をスクリーンショット撮ったのを写真を読み込むと QR 読めますので、へえ、俺それ知らなかったわ。はい、なるほど。あの QR をこう実際に読まなくても、でもできるんだ、画像をあのダウンロードするじゃないですか、これをね、保存しとけば、そうそうそう、できるんです。ということで皆さん、だから後で ね、パソコンの人はスマホをこう今、はい、あの近づけて、はい、LINE をアプリ立ち上げて登録してもらう、はい、スマホの方はスクリーンショットを撮っていただいて、あとでそれを QR、LINE のお友達追加の QR を読む画面の左下にライブラリってあるので、それで撮った写真を、読み込むということができますので、ぜひ、皆さん、あなた応援 TV ね、 LINE で、はい、1ポイント、はい、プレゼントです、はいはい、よろしくお願いします、はい、ということでね、画像、あ、ごめんなさい、画像いっちゃいますか。画像いっちゃいますか。今日はですね、どの、どれから、私の、そう、あ、言ってないもん、あ、ごめんなさい、ね、え、何を、ここにいたことを言ってない。あ、それでね、今日モコさんをゲストでお迎えしてモコさんのお話をいろいろ聞くんですけども、モコさんはもともと、ちょっと魚持っちゃいますけど、はい、お子さんの時はどんな子だったの。お子さん、そう、お子さん、私兄が2人いるんですよ、うん、4歳5歳上の、うん、なのでもうすごいあのいじられてというかいじめられて育ったというか、何ですか、お兄ちゃんたちからかわれてっていうんですか、いじめって言ったらちょっと、お兄ちゃん2人いるんだ、はい、で年離れてるの、4歳5歳違うんですよ。でなのでその中、お兄ちゃんたちが家で集まってるその中に女一人で入ってって、なんか一緒にこう遊んでもらったりとかいう、本当に活発な、木登りしたりだとか、自転車乗って横転して怪我するとか、本当どっかにいつもこう絆創膏貼ってるような、なんて言うんですかっけそれ、え、やんちゃじゃなくてなんて言うんでしたっけ、ヤンキー、ヤンキーヤンキーの写真はまた後で、おてんば、おてんばの写真、おてんばね、あ、そういう子だったんだ、電話な子でした。で、そんな風にこう人と会うのが好きだったので、どこ行っても可愛がってもらって、人見知りとか全くしないので、よく誘拐されるから気をつけなさいって親とか周りの、近所の方に注意されました、あなたは誰にでもついていっちゃうからみたいな、なるほどね、誰でも信じちゃうんですよ、すぐ、はい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 、お菓子あげるようじゃないですけど、呼ばれたらこうついていっちゃうような子だったらしくて、結構注意されました。へー。で中学高校とかどうだったの？中学生の時は、おしとやかなさの、クラブは何でしたの？テニス部でした。あ、公式？軟式です。あら、軟式ですか。でも公式もやれます。へー、はい、勉強とかできたの？勉強？いや知らないから聞いてんだよ。勉強。中の上ぐらいですかね。じゃあいいじゃないですかね。やっぱテニスが好きだった。その頃はテニスが好きでした、ね、部活にすごい集中してました、中学生の時は ね、はい、それでまあそこから、そうです、高校生です、高校生、高校生、高校生は、の時に部活には入らずに、アルバイトをしてたんです、それで、それで私の、どこでアルバイトしたの、え、
モスバーガーです。モスバーガー、はい、私実はここに就職しようかなって悩んだぐらいです。あ、はい、見せちゃいますか。やばいっすね、この昔の、これは実はね、秘蔵ですよ。これじゃあ高校生なの。これ高校生です、ね、もこさんの高校生の時のモスバーガーで働いた時の本邦初公開の写真。本邦初公開です。こちらですじゃーん、ムチムチです。ムチなぜかすごいね、ムチ、うん、でもまあ健康的っちゃ健康的だけどね。うん、うん、そうなんです。この時に、うん、あの学校が終わってもう本当にすぐそのまま自転車でバイト先まで行って、うん、夕飯、9時ぐらいまで働いてたんですよ、うん、だから夕飯が毎日ハンバーガーだったんですね。毎日、まあまあほぼ毎日、うん、そりゃ太りますよね。いや、やばいでしょそれはで、あの残ったポテトにマヨネーズをつけてちょっと食べちゃうとか、うん、ハンバーガーをどんだけだみたいな。そう、1個あの4時間以上働くとハンバーガーが1個プレゼントっていうか、なんかまかないみたいな感じで食べれたんですよ。くれるものはやっぱ食べたいじゃないですか。そうするとやっぱ自然に太ってしまう。太ってるじゃないですか。太ってるけど太っちゃうんだやっぱりね。それは確かに太っちゃう、ね、いや、もう一回確認するわけですか。ムチムチですね。まあ、高校の時それアルバイトしてて、はいはい、うん、そういで、うん、あのまあ、接客がもともと好きなので、うんうん、あの社長、うん、フランチャイズだったから、まあ、そこの社長に気に入られて、ぜひうちの社員になってくださいって言われて、もう本当に危うく社員になる寸前だったあ、そうなんだ、はい、へー、でも、うん、ちょっとあの夏休みにもう一個バイトをしようと思って、うん、あの某浦安にあるテーマパークですね。あ、東京でないのに東京とつくはい、あのランド、ネズミランドですね、はいはいはい、あちらに全然隠さなくていいんですけど、うん、はい、あのあちらにアルバイトの面接に行ったんです。アルバイトなんだ、はい、最初はね、うん、そしたら高校生は、通勤が1時間以内じゃないとダメですって言われて、成田だったのに2時間かかるので、うん、ダメだったんですよ、うん、でダメと言われたらやりたくなるじゃないですか、うんうん、じゃあ社員になるのはどうしたらいいんですかみたいな聞いて、うんうん、やっぱりそれこそ有言実行です。そしたら先生に求人票を取り寄せてもらってくださいって言われたんで、うん、帰って次の日先生に求人票を取り寄せてください、私そこ行きたいんでって、うんうん、って言ってポイポイポイと受かっちゃったんです。受かっちゃったの。受かっちゃったんです。社員になったんです、その4月から。それでも試験受けたんでしょ。受けたんです。どん筆記試験と適性検査と面接が、うんうんうん、面接なんてどうだったの。ちゃんと面接は、うん聞いちゃいますかそれ、うん、あの2対面接官が3人でやってて、まあ、そんな面接なんて人生初のようなものだったんです。はい、高校生で ね、でも緊張しまくっちゃって。偉い人だったのかな、まあ、人事部の方です、うん、はい、でどんな質問なの。まあ、あの、まあ、普通にね志望動機を聞かれたんですけど、志望抱負答えちゃって、あら私自分で答えこれ間違ってるって思ってどんどんそれていっちゃうんですよ、うん、それでもうわけわかんなくなって途中でもう、うん、あということですみたいな感じで閉めちゃってそれでもう自己嫌悪ですよね、うん、そしたら隣の方がすごくしっかりしていて、うん、介護とかその福祉に興味があって、そういうボランティアなことをボランティア活動してますって。今じゃボランティアって言葉有名ですけど、その23年前 ね、24年前、うん、あんまりないじゃないですか、うん、すごいなこの人、絶対この人受かるんだと思ってたら逆でした。私が受かって彼女はいなかった。あら、まあ、だからね、何が良かったのか分かりません。まあ、そこにねまた いないと分からないっていう部分はね、はい、あると思いますけど、まあそこでめでたく、はい、あれ会社名なんでしょう。オリエンタルランドですね。オリエンタルランドね、はい、にもうディズニーランドが開園してどのぐらい経ったの。はい、9周年でした。9周年。僕実はディズニーランドが開園した時にプレで遊びに行ったことがあって、まあ、うちの妹がちょっと関係したことがあって、だから行きましたけどもね。ありがとうございます。その頃スペースマウンテンが最高、一番その頃はもう並んでた、ね、そうですね、あれでしたけどね。そうなんです、うん、それで受かったというか、ね、ね、それでまあそこで働き出したということで、はい、どれ行きましょう。どれ行きましょうかね。最初の写真はね、うん、茶色い写真、あ茶色い写真、あないや、あこれ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 、これ18歳ですね、はい、ウエスタンランドというところ の、うん、あのお土産屋さんの施設に配属されまして、うんうん、これも冬なんですけど、これ後ろなの何でしょう。あなんか中を走ってる車です ね、消防車じゃないの消防車じゃない、はい、
で、うん、お友達が遊びに来てくれた時に一緒に撮った一枚なんですけど。これだから制服じゃないのね。制服ですよ。制服なのこれ。この茶色いの。あ、そうなんだ。はい、あの寒いのでウィンターコートって言っているコートを着てるんですけど、はい、キャストって言うんですか。キャストです。やられてたんですか。やってたんですよ。お、はい、なんだ。最初社員で入社したんですけど、最初はやっぱり、まあ、あの現場で、うん、まあ、学んでこいっていうことですよ ね。どうでしたキャスト。いや楽しいですよね。やっぱりもともと接客が好きでモスバーガーを蹴って、うん、こちらに入ったので、ね、うん、憧れてたディズニーのお姉さんお兄さんと、ね、に自分がなったんだっていうことで、それすごいすごいと思うよ、うん、みんな憧れてる人いっぱいいるじゃないですか。です、ね、毎日が楽しかったですね。なんかあれなんですよ、その、まあ、言っちゃいけないことは言わないでいいんだけど、はい、ミッキー、ミッキー来ましたね。ミッキーミッキーさんって、はい、あれなんですか。ミッキーマウスね、はい、世界のスーパースターですよ。スーパースターね、本当に素晴らしいと思います私彼、はい、大好きです。あ、そうか、はい、ね、すごい聞く方も聞きたい。どうぞどうぞ、聞きたいことありましたよね。いやいやいや、あれいいですよ、みんなも聞きたいと思います。いやでもね、これ聞いたことによってすごい反発されるの怖いんで大丈夫です。素晴らしい回答がありますから。そうなんですよ、うん、ミッキーマウスって中に誰か入ってるんですか。いや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 、ミッキーの中にはミッキーがいるんです。素晴らしいですね。そうなんですね。もうあんまりこれじゃ聞かれないみたいです。ミッキーは何人いますかとかよく聞かれるんですけど、ミッキーは世界中でたった人です。一人ですね。ミッキー魔法使いなので、はい、瞬間移動ができるんですよ。あー、なるほどね、うん、だからこっちに出てあっちに出てって飛んでるんですね。素晴らしいね。はい、あのミッキーは一人。あのディズニーランドの中に、はい、何隠れミッキー、あー、いろんなところにミッキーありますね、こういうところにね。あるっていうのは、あれはキャストはみんな知ってるの、はい、知ってますね。あ、そうなの、はい、やっぱりあのゲストの方とコミュニケーションを取るにはすごくいいので、この店内に隠れミッキーがいるんですよ、もしよかったら探してみてくださいねって言うと子供たち探しに行くじゃないですか、はいはいはい、そうするとあそこにあったよとか報告に来てくれて、あ、よかったね、もっとあるんだよとかって言うと、それだけでもアトラクションのようになりますよね。はい、自分たちはそのディズニーランドとかディズニーシーとか全部一応体験するの、キャストの人たちの乗り物とか、いろんな方がいて、うん、ディズニーランドが大好きだからそこで働きたいっていう人と、ディズニーランドがコンビニのように近くにあるから、そういう人もいるわけね。いるんですよ。あ、うん、なるほどね、だから働きたいっていう人がいるので、はいはいはい、まあ、ただやっぱり知らなきゃ困るので、うん、こう優待券というか学んできたトレーニングパスポートというのが配られて、うん、年に何回か遊びに行けるようにはなってます。これ、はい、いいですか。はい、これもそうだよね。そうですね、先ほどのは、はい、うん、ウエスタンランドの後にアドベンチャーランドというところに配属になりまして、うん、ちょうどその時アラジンのイベント、アラジンの映画がスタートする時で、アラジンの格好を ね、 ねしたんですね。これもいい、はいはい、その後ですね、ちょうど順番合ってますよ、合ってますよ、すごいね、うん、トゥーンタウンが、はい、1997年かな8年かなにオープンしたんですけど、うん、その時オープニングの立ち上げのスタッフになりまして、これ左にいるのが、左にいるのが、そう、ね、で右側にいるのが私の一番最初の後輩で、うん、もう今もう一番可愛がっているなおちゃんっていうお友達なんですけど、はい、まだ彼女は頑張ってます会社で、はい、これはこれはその後か、うわー太ってますね、これ着てるね、これね、ムチムチだね。お母さんと一緒にね、あのパークに遊びに行った時の写真なんですけど。あ、遊びに行くことあんの？キャストなのに。遊びます。あれ今その話したじゃないですか。あ、ごめん、聞いてなかった。そうだな。行くんだ。休日に普通に遊びに行きます。そうするとね、やっぱり視点が変わるというか、そうか、楽しいんですよね。それでも本当はいろいろ裏の事情を知ってても、うん、やっぱり夢と魔法の王国で楽しめちゃうんです。裏の事情ってあるんですね。え？まあいろいろね、それは分からないですけど、はい、あとね、これを、そうですね、これ、はい、ね、これはこれもアドベンチャーランドで勤務してる時に母が、うん、あ、これね、多分カウントダウンパーティーの時です、深夜に、うん、12月31日だけオールナイトでやる日があるんですね、うん、である私も普通に応募したら抽選で当たって、普通に応募するの、自分、あ、授業員用の、 あるんだ、はいはいはい、でたまたま当たって、でも自分勤務になっちゃったので、はい、家族に行かないかって言ったら母が、あ、これお母さんなんか、はい、来て、お母さんってどんな方なの。お母さんはですね、
素晴らしいんですよ、うん、あのこの間あの宝塚の調べさんがね、はいはいはい、出演されてたかと思うんですけど、うん、母は松竹歌劇団 SKD というところの SKD 知ってますよ、はい、だってあの人ね、前のじゃないですか、女優のほらギャラリーの男ども調べて調べてあのほら有名な女優ほらあの寅さんに出てたあのさくら、多分そうだよね、そうですそうです、ね、そうです、先輩とかよく呼んでました、うん、はい、はい、とまああのダンサーをしてまして、うん、うん、もう本当にすごい、まあね、自分娘が言うのもなんですが、その頃はすごく綺麗 なんかその血を受け継いでる感じするよねでもねダンサーでもやらないんでしょ、それダンスはしないです、しないんだ、うん、なんかそういうエンターテイメント系に向いてる感じがするけどね、そうです、どなたかスカウトお願いします、いやいやいや、もうおばさんですよ、いやいや大丈夫ですか、いやいや大丈夫です、あとこれね最後にちょっと、それは、結婚した後にあら、もう出ちゃった。何歳？27歳です、はい、あのディズニーランドに勤務してると髪の毛とか、うん、髪型とかお化粧とか、うん、まあ、爪だとか、ね、すごい厳しいんですね、ディズニールックというものがあって、誰に接しても不快感を与えないような自然な身なりでいなきゃいけないんですよ、うん、だから髪の毛に染めるっていうのは、まあ、ほとんど NG だったんですけど、うん、産休中の1年間は会社に行く必要がないので、うん、その時担当していてくれた、うん、あの美容師さんがもう金髪にしようって言って金髪にしてくれちゃったんですね、たった1年間。この頃はでもそんな太ってないじゃないの、あ、私妊娠中に痩せて、うん、子供産んでさらに痩せたんです、ね、あ、そうなの、この時ね標準ですね、はい、このお子さんが今おいくつなんですか、15歳になります、中学3年生、ね、受験生ですね、ということでねちょっと皆さんのコメントがねかなり来てるのでねちょっと読まさせてもらいますよ、 どっから行けばいいんですかね、 TV 見てください、行きました、有言実行まで行きましたね、QR コードこの辺、あ、福田さんありがとう、石川県からね、こんばんは、ユーストの仕様が変わってびっくり、そう、そうなんです、ユーストの仕様が実は変わって、僕もチャンネル今日はね変えてますんで、変えてます、これスマホ対応になってるのでスマホでもね、そういうことか、そうそう、見やすいですね、めちゃくちゃ、なんかアプリがいらなくなる感じですかね、ただ見ながらコメントっていうのがね、あの iPhone だと できなかったのね、 Android だとできました、アプリじゃなくて、うん、画面見ながらコメント打てたのよ、はい、できます、だからね、 Mac がで、あ、Mac じゃない、 iPhone ができないとちょっとね腑に落ちないんだけど、これから多分変わっていくと思いま す、 そうですね、ヨネさん、ポール・マッカートニーのメディカル出演を待望しております、俺も自分 TV 始めたとしたら杉正道さん、つながりのチューリップなどでも呼べるようにしたい、いいですね、言っときましょう、そう言った方がいいです、ね、絶対叶いますよ、チューリップいいですね、ぜひね、はい、チューリップ の、 あのバンドをね、あの、はい、あの曲をやってるヨネさんね、はい、マックさ ん、 さん、そうそう、見た見た、QR コード、ね、そう、私のテレビを見てくださってるので、先ほどの QR コードね、あ、ハコちゃんがお友達追加させていただきましたね、あ、そうなんですね、ハコちゃんはね、小春放送局っていうユースト番組をやってるね、この番組、あ、この本にも、事例として小春放送局を紹介してますんでね、はい、小春さん、はい、よろしくお願いします、村井さん、水越さんからの電話がかかってくるように今から何これ、水行アンドお百度参りに今から行ってきますということで、多分肉食いに行くと思いますね、あ、そう、お肉好きなの、あ、ノアちゃん来てくれて、ありがとう、ノアちゃんは私のノアちゃん、はい、ノアちゃんありがとう、はい、第2回目のゲストでラインストーンアーティスト、はい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 、ノアちゃん、ね、デコるやつあるじゃないですか、あ、デコるやつ、はい、それをやってる方です、ね、コメント嬉しいです、ノアちゃんありがとうね、カイさん、かわいいモスガール、モスガール、ゆきちゃん、もこちゃんに見えない高校時代のもこちゃん、スクリーンショットに撮っちゃうぞ、撮って撮って、ね、撮ってもいいよ、しほさん、危うく、これなんでしょうかね、危うく、危うく、あ、危うくモスバーガーに就職しようって言ったんです、あ、そうだ、そういうことですねディズニーに行ってよかったです、あ、モスバーガーが嫌いなわけじゃないです、ね、モスの制服いいですね、私の大好きな夢の国でお仕事していたんです、そうなんです、あ、そうだ、ミッキーは好きなんですね、今度会ったらいろいろ聞いてくださいね、はい、ぜひお話ししましょう、あ、ハコちゃん、ランド何回も行きましたってね、子供が小さい頃ね、そうですね、あ、しらべさん来たよ、ルシーラです、あ、しらべさん、こんばんは、ありがとうございます、ミッキーはミッキーでしかない、当たり前じゃないですか、友達がバイトしていて他のエリアには行っていけないとか、そうです、コスチューム着てたらウエスタンランドのコスチュームを着てたら、アドベンチャーランドには行っちゃいけないんです、そうなんだ、そうなんです、テーマショーっていうのがあるので、はい、なんかさ、そこほらホテルみたいなんでしょ、はい、なんだっけ、
ディズニーランドホテルとか、ディズニーランドにはディズニーランドホテルで、うん、ディズニーシーにはホテルミラコスタ。あ、ミラコスタ、はい、僕の知人がミラコスタで結婚式、あーすごい、やるよね、やりますやります、うん、そうするとミッキーが呼べるんですよ。そう、びっくりしちゃって、披露宴の最中にミッキーとミニーが出てきて、はい、ケーキをね、あれして、そうですね、そう、あれ嬉しかったね。そう、あのやっぱ奥様になられる方がディズニー好きだと、ね、旦那さんはねそういうとこで結婚式したくなるみたいで、あとは普通のホテルで泊まれるとこもある、あります、ね、はい、ああのお泊まりディズニーって言いますね。ああそう、はい、なんか特別ななんかってあるんですか、会員制のなんかとかって。あ、会員制の、お、よくご存知ですね。ディズニーランドにクラブ33という、はい、あれ特別のあれなの。そうですね、ディズニーシーでは今お酒が飲めるんですけど、ディズニーランドは飲酒禁止なんですけど、唯一いるお酒の提供がされるのがクラブ33で、秘密の扉を開くとそこはもうみたいな。行ったことあるんですよ。あります。いいな、私社長と一緒に会食しました。すごっ。あの毎年お年玉クイズっていう、その組合のクイズがあって、それに応募すると当たると社長とクラブ33でディナーっていうのに、しかもね2回すごい運がいい、前代未聞なんですけど、うん、前の社長の鏡さんと今の社長の上西さんという方と。すごい。ミッキーはいないんですか、そこに。そこにはミッキーはね、ね、パークでお仕事してました。そうですよね、はい、お仕事なんですね、はい、いろいろ微妙になってるけど、しおさん、中の人までいないって、そうですよ、中の人でいませんよね。いません、とんでもないです、はい、あの春日井氏は春日井川っていうのがいるんですけどね、うん、中に人などいませんってね。あ、春日井川もそうですよね。ノアちゃん、アラジン大好き。アラジン、ね、あ、いいちゃん来た、こんばんは、ありがとう。飯田さん、こんばんは、ね、これから抽選しますから楽しみにね、はい、あ、そっか、さっき言った、近藤さん、私は USJ までしか行けない、遠すぎるね、広島だからね、はい。池上さん、もこちゃんを採用したオリエンタルランドの人事担当の人はやはり魅力があると思います。素晴らしい、ありがとうございます。本当そう思いますよ。福田さんね、子供さんの写真かわいい、ね、はい、調べさん、SKT は昔東京の浅草にあったんですよ。そう言ってました。倍賞千恵子さん、倍賞美津子さん、水上太子さん、草笛美津子さんが出身者ですよ。でも全員知ってると思う、当たり前か、先輩、先輩になると思います、ね、すごいですね、はい、そういう血がね、 DNA がね、脈々とねやっぱりあると思います。ありますか。あ、中澤さん、ありがとうございます。ディズニーオタクなんだ、はい、あ、知らなかった。そうなんですか。中澤さんもね、あの僕のセミナーを受けてくれた。そうそうそう、ファイヤーエンジン、すいません、ド忘れしてました。ファイヤーエンジンです。さっきこれ、はい、消防車のようなね、はいはい、これ、もう一回見せましょうね。ファイヤーエンジンです。これすっかり忘れちゃう、車とか言っちゃう、ファイヤーエンジンっていうね。消防車かと思っちゃう。はい、ファイヤーエンジン、さすが中澤さん詳しい、ディズニーオタク、よろしくお願いします。ハコちゃん、ディズニー大好きな娘が発熱中ですが、メディカス見てるそうです。マイちゃん元気になってねって言ってあげてください。マイちゃん元気になって ね、頑張れ、お熱なんか撃退しちゃえ、そうだ、飛んでけ飛んでけ、ね。村井さん、電話こんかったら牛蜜時ね、牛蜜時参り変更するよってことでね、もうずっとそれで攻めてくるんですね、村井さん。いいな、ディズニーシーは行ったことがないってことね。なんと、もうディズニーシー15周年ですよ。あ、そうなんだ。あの、ちょうど娘が生まれた時にできたんで、15年経って一度は行ってください、いいですから。あれって好みがあるんですかね、やっぱディズニーランド、ね、あります、ディズニーランド派とシー派と、 あるんだ、はい、私はどっちが好きかな、だ、男性とか大人だった。ちなみにあれどうなんですか、ギャラリーの間さんは。あ、私はランドしか行ったことないですよ。行きましょう。ね、これ映していいの？大丈夫？マックさん大丈夫？やばい、映していい？言っちゃってるからダメだ。あ、言っちゃってる、まずい。映ってるんですか？え、今映ってるけど。相田さんね、この間ね、あのメディカ300回記念であの音響やってもらったね、ありがとうございました。メディカ300回おめでとうございます。ありがとうございます。ね、音響やってくれてありがとうございました。ありがとうございます。で、今何て言った？ディズニー？ランドです。ランドです。ね、一票。で、マックさん。マックさんは？マックさんどっち？ディズニーランド C。 僕はね、まだ C 行ったことないんです。あら、同じだ、同じだ。原田さんは？両方行ったことない。思わずカメラ引きましたね。思わずカメラ引いちゃいましたね。水越さん、これあれですよ、
あのメディカスディズニーツアーしましょう。いや僕はあんまりね、私がエスコートします。ああ僕ねディズニーランドはね、3回か4回ぐらい今まで、 C も2回ぐらい行ったことあるかな、ありがとうございます。そうだよね、してもらえればツアーやればいいじゃないですか。そう、あのね、でも今までやったことあるんでしょそういうの。お友達と一緒に行くときは、うん、そのみんなが楽しむ楽しみ方じゃない楽しみ方を、いいね、特別な、そうですね、やりますね。で自分が楽しみたいからなんですけど、あのみんなが右に回って、結局はあのパークって混んでるイメージあるじゃないですか、うん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 、それってみんなが、乗りたいとき食べたいときにね、同じことをしてるから混んでるんですけ ど、 なるほど、逆、はい、いわゆる逆回りすれば、うん、みんなが、終わった後とか、うん、そのみんなが後にしようと思うことを先にやっちゃう、うん、で私よく行くと10時に行ってもまずお昼ご飯から食べちゃうんです。空いてる、空いてます、うん、12時から混むんですけ ど、 例えば 10時11時にがっつり食べちゃうんです。なるほど。そうするとそうするとその後お腹すかずに、うん、あのたのとにかくこう遊びに集中できる、うんうん、でもみんなはまずアトラクション行ってファストパス取ってってやってるじゃないですか。でもああお腹空いたねって12時に並べはそりゃ混みますよっていう、うん、っていう感じでみんながやることとちょっとずらして遊ぶから、ね、うん、すごいこうアトラクションとかショーとかもうまいこと見れると、ね、それなんかさコンテンツにできないの？ねえ欲しいですか、そういうのあったら、そういうサービス。絶対みんなそういうね、行ったことない人はもしかしたらいいかもしれない。行ったことある人で、僕なんかはだってもう今まで少なくとも 3,4 回行ってるんだよ、はい、でも今の聞いてなるほどなと思うし、だからディズニーランド本当に好きな人は別よ、はい、でもさ、まあディズニーランド、うん、まあ、もしみんな行くんだったら楽しいから行ってみようかなって人もいっぱいいるわけじゃないですか、はい、そういう人とツアーを組んでなんかやったらニーズがあれば全然やりますけど。いやニーズあるよね、ビジネスになると思いますよ。あら、そうですか。だからこれ、ね、自分じゃ分かんないのよ、ね、こういうの人とシェアしないと、はい、こういうのは、はい、絶対なると思うわ。なんかだから僕はメディカツで、はい、メディカツ課外授業って言って、はい、例えば北原さんの、はい、佐島の自宅にバスツアーをねするとか、はい、あとはそのセミナーをゲストの方を本当に今度リアルでセミナーしてーゲストに出た方と会いますよってメディカツ課外授業とかやるんですよ。そういうのも私応援 TV で、はい、そういうイベントをする。私そんなに応援されたいんじゃないです。あなたを応援したいんです。 あなたを応援 TV で。なんで私応援って、あ、俺応援してほしいのかな。します、いくらでもします、ね、あなた応援 TV のあなた応援 TV 課外授業とかあなた応援 TV なんとかツアーとかさ、自分の番組を完備してやればいいのよ。そういうことですか。だ言ってるじゃん、僕は。そうそうそう、ちょっと暑いからちょっとエアコン下げる。エアコン暑いです、確かに。それやればいいんだよ。それはある程度の視聴者が増えてきて、いや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 関係ないですよ。だからだって一人しか見てなかった。いやいや、それ見るんじゃなくて、だってそれをやるときはもちろん番組でもやるけども、はい、それはイベントページを立てて番組知らない人でもいいのよ。でそれを聞くように見てくれればいいんだから、うん、はね、はい、全然誰か企画してください。いくらでもやります。絶対にあマックさん手挙げてくれた今。いや多分ここにいる3人はいくつもなんですけど、いや男どもいっぱい行くと思うわ。それだってもともとね、ディズニーランド本当に好きだっていう人以外は詳しくないんだから、うんうん、ね、でそれを人と違う楽しみ方ができるっていうのは面白いと思う。面白い堪能できます。すげえ熱くなりましたけど、はい、本当本当熱いんですけど。あ、ノアちゃんね、ノアちゃんディズニーシーも大好きです、ね、ノアちゃんもディズニー好きです。マックさん、SKD の常設設備は現在浅草ビューホテルです。なるほど。村井さん、国際劇場。あ、そうそうそう、国際劇場。村井さん、ディズニーランドはうん十年行ってません、C の方なら5年ほど。お、箱崎さん、あ、もうそんな余計なこと箱崎さん、甲斐さん、今度一緒に C 行きましょう。あ、楽しいですよ。あ、甲斐さんね、甲斐さんと言ってるんですね、はいはい、行きましょう。あ、だから今度あのツアーをね、ツアーを組みたいと思います。ツアー組んで絶対来ると思う、ねえ、ニーズあるよねこれ。へえ、今見てる人でも例えばね、じゃあ3人は参加者増え、あの4人もこちゃんがじゃあツアーやりますから皆さん行きますか、行きたい人って言ったら、行きたい人ちょっとコメントして、あ、絶対いっぱい来ると思うから。アンケート取ります。だってももちゃんが先頭で行ってくれるのよ。そうですよ、こんな楽しいことないと思うよね、
ノアちゃん、タワーオブテラー好きですって、あの落ちるやつですね、はい、あんなの好きなの全然ダメだよく乗るなと思うけどね、あれね、コイネッチランド派、コイネッチランド派、あランド派、お子さんがいると基本ランドです ね、ハコちゃん、原田さんの言ったことない発言にみんなドン引きってカメラ引きましたからね、思いっきりドン引きだった スヌーピーの方が、ね、スヌーピーの方がどうぞ USJ 行ってらっしゃい、うん、ミッキー、うちの子供も C はまだ行ったことないので連れて行ってあげたいのです。ディズニー未経験の原田さんのためにバスツアーしましょう、うん、みんな愛があるよ原田さん、いいですね原ちゃん、ね、ほらカエさん、それはいいですね、みんなで行くと楽しいですね、そうです、そうなんですよ、私も何十人で行ったことあってすごい楽しいんですよ、うん、カヌーとか貸し切れるんですよ、だってああそういうことできるんだ、そう一つの船が全部友達ってどんだけ楽しいか分かります、めちゃめちゃ楽しいじゃん、楽しいですよ、これ言っただけでみんな行きたくなると思うよほらあのゆきちゃん、その企画すごいいいです、ほらあ本当、ゆきちゃん来てくれる、マックさん行きたい、ぜひぜひ、おマックさんもありがとうございます、中澤さんも東京ディズニーランドのアテンドしますよ、ね、ぜひ一緒に行くといいかもね、作家畑野さん行きたいです、ね、ありがとうございます、ハコちゃんツアー行きたいです、絶叫系はダメだけど、僕も絶叫系ダメですから、はいはいはい、そこら辺はうまくねあの調和した形で、うん、ノアちゃん息子が大きくなったから乗れるのが増えたから C がいいけど息子はランド派です ね、うん、そうなんですよね、カヌー乗ったことないですかね、カヌー面白いよあれ、うん、はい、いやだから絶対ニーズあると思いますので、はい、ぜひそれをね今度だから私を、はい、じゃああなたをあなたを応援 TV ね4回目だ俺顔見ると私をって言いたくなっちゃう、そんなに私応援してほしい顔してますか、いやいやいや俺が応援されたいんだよだからね、私は私ですか、そうそう、水越さん、なんでだろう、私あなたを応援 TV あなたを応援 TV ディズニーランド、ね、大ツアーとかさやってくださいよ、やります、わ、うん、かりました、そんな喜んでもらえるなら全然やります、あ村井は行かないって、あら男ばっかりのディズニーツアーは全然興味ないし、女の人行きたいって言ってましたよ、いや、行ってますよ、ね、でも村井さん来ないっていうので、はい、残念だな本当にな、ということでね、ここでここであ、ちょっと待って、ちょっと待って口ですよ、じゃあ次のコーナー行きますので、ちょっと待ってね、はい、ダメ、ちょっと待ってね、これやんなきゃ、はい、じゃあちょっとカメラに向かって、次のコーナーはこちらだって右手を出して、はい、こちらだって行きますからね、はい、行きますよ、はい、次のコーナーはこちらだ、はい、ということで、はい、次のコーナーは、テロップ作っておりませんでしたけども次のコーナーは出版記念キャンペーン大抽選会、待ってましたということでですね、実は先日ですね6月25日こちら、これからの抽象展は動画で反則集客しようということで、今皆さんが見ていらっしゃいますこのメディカスのような番組を皆さんにそれぞれやっていただくことができて反則集客ができますよということを書いた本です、はい、私が6年間体験してきたことの内容に、あの通常20万円の講座、うん、それを1500円にギュッと詰めてます、詰まってますよ、はい、これだけでも番組できますからということで、今回これを記念してね、はい、キャンペーンやった、キャンペーンやりました、でその特典がですね、この応募してくれた方全員が私の特別にこのために作ったセミナー無料のウェビナーを動画を見ていただくということが一つ、はい、これ全員で、もう一つはスカイプコンサル、通常1時間1万800円でやってるスカイプコンサルを5名の方に、プレゼント、やってほしいです、そしてメディカツ出演権このメディカツのゲストに7月の26日、7月の26日と10月4日この2日間を枠を取りました、はい、ここに出演していただく条件は一切ありません、はい、ということでそこに応募していただきました、うん、でこれからその抽選をするんですけれども非常にアナログチックにやりますいろいろアプリとか考えたんですけど、ね、まあ時間が全く取れなくてですねもう本当さっきね、ギャラリーの
一人の間君に全部紙に書き起こしてもらってるそれを、もこちゃんに抽選で引っ張ってもらうという、はい、聞いていいですか、ね、ちょっと待ってくださいね、はい、でちなみにですね7月26日あ、全部でですね、76名の方から、ご応募いただきました。うーん、はい、でそのうちメディカツ出演したいよという方は、トータルで38人、すごい、ね、で10月あ、じゃなくて7月、10月ってなんで出てくるの7月の26日、来週の火曜日なんですに、応募してきてくださった方は6名、おお、これはね6名です、6分の1、6分の1、それにそれ対してですね、10月4日火曜日、これに32名、32分の1、倍率高い、倍率ちょっと高いですけどもね、で、その方抽選今して選ばれた方の電話番号、私はあ、電話番号分かったっけなこれえちょっと待って、電話番号書くとかってあったっけ、覚えてないな、ちょっと待って、でもフェイスブックでつながってたりしないですか、フェイスブックでかけられますよね、ね、電話、あ、ごめん、電話番号なかった電話村井さん待ってますよ、村井さんご、あ、村井の電話番号知ってるからいいんだけど、あ、そっかそっか、あ、だからフェイスブックのメッセージで僕が友達だったらね、メッセンジャーで呼び出しできるけど、俺電話番号の欄なかったよ、すごい、とんでもないですね、面白い、水越さん面白いと、ね、いうことで、とりあえず連絡をできたらして、もう連絡取れなくてもその人に決めちゃいますけども、はい、じゃあこれから抽選いきたいと思いますんでね、はい、ちょっと待ってね、みんなの、ね、コメントちょっと読ませていただきます、はい、だいぶ、あ、やっと抽選会とかね、あ、ゆきちゃんから番組名間違いすぎですって怒られましたけどね、すいませんね、ゆきちゃんね、行きたいって、みんな行きたいって言ってくれてる、みんな行きたいよって、で禁止決まったら早めに教えてください、あ、カイさんありがとうございます、行きたいよね、遠くから来てくださるんですね、あ、しょうちゃんパチパチパチってありがとうね、ノアちゃんもパチパチパチってね、マックさん抽選会来たってね、竹森さんもねパチパチアナログ抽選会ね、アナログ抽選会ということで、あ、フェイスブックでかければいいってことね、あ、そうですよね、フェイスブックでかけられますね、畑野さん水越しって笑ってますけどね、ごめんなさいね本当にね、ヨネさんまさかの電話で抽選連絡できないことが今今判明です、本当に今判明ですね、もうね、てっきり僕が電話番号の欄入れたつもりでしたけども入れてなかったですね、すいませんね本当にね、面白いということで、じゃあまず、6人ご応募なった7月26日、はい、来週のメディカツ出演、はい、できる方を選びたいと思います、はい、まずですね、見せないんですね、見せないです、ここにですね、紙に書いてもらったアナログ、さっきアナログで紙に一枚一枚名前を書いてもらいましたね、相田さんに、でこの中が今6人分あるんですけども、うん、この中から買って引くんですか、1枚をね、どうやって引きますか、引いてもらいますけども名前が書いてあるんですけど、ね、私こうやってなんかガラガラみたいな、こうなんか、そんな何にも用意できませんでした、本当ごめんなさい、ビニールとか紙袋とかで買って引くんだと思う、大抽選会やりますよって宣伝しときながらね、全く準備できなかった、ババ抜き方式、ババ抜き方式おかしい、あ、今日時事抜き方式にしよう、じゃあ6人のうちも、はい、じゃあこの中から、ね、私見てないですから、全然見てないですから、これだけはね本当に言います、誰か分かりません、本当に分かってないです、はい、信じてください、いいですか、ちょっと待ってくださいね、今6人いますね、じゃあはい、じゃあこの中選んでます、はい、どうぞ、はい、いきます、どれにしようかな、これはい、選ばれました、どなたどなた、じゃん、はい、7月26日は東京の東京の松村かおりさんです、松村さんおめでとうございます、松村かおりさんはですね、先日多分ね、おせっかい社長っていう方がゲストに出てくれたんですけど、うん、そのおせっかいサロンに来てる方で、私は、そのおせっかい社長も実は自分 TV やってて、BBTV っていうのやってて、BBTV、そこに僕ゲストで出たんです、でそこにギャラリーとして来てくださった、多分ネイルサロンだっけな、あ、なんか書いてありました、松村かおりさんということで、はい、おめでとうございます、電話をしてみよう、ちょっとね電話つながってます、僕友達になってますから、そしたら電話できますよね、フェイスブックでもね、今ギャラリーで来た、はい、今松本さん見てたら面白いね、はい、もうドキドキですけどね、かけてもらっちゃうとかいや、かけてもらうっていうのもちょっとできないと思うんですけれども、これ出てこないよ、松あれ松村さんです、松村さん、
東京都の松村さんです。はい。あ、ごめんなさいね。いた。ちょっとね、電話。電話しますよ、今から。5階までで出てください。呼んでます。呼んでます。初だね、呼び出し中、呼び出し中です。317回して初めて生電話、生電話利用できません、利用できませんということでね。はい、ということで残念ですね。松村かおりさん、いやーこれ出られなかったらどうしようかってしたいところで、まあね、せっかく選ばれたんでね、松村かおりさんに来週出ていただきたいと思います。おめでとうございます。あの、はい、放送中に気づいたら電話もらいたいですね。あ、そうですね、はい、はい、で、まあ、もし仮にですね、松村さん、まあ、ご自身から26日行ったんですけど、もし都合が悪かった場合には、はい、別の方をね、この中から後で選びたいと思いますね、はいはい。さあ、ということで26日は松村かおりさんということで、はい、さあ、今度はですね、すごい、これも出ないですよ。32名ですよ。ね、原ちゃん、さあ原ちゃん、誰に電話が行くか分かりませんけどね、ちょっとね、村井さんがね、俺からかけようか勝手にかけてくんな、ね、はい、ということで、ちょっと待ってね、ね、Facebook、あ、そうそうね、うん、アイデアが出たってことね、ゆきちゃん、電話の前で正座していた人たちが面白すぎますよ。仕込みましたね、水越さん。いや、俺ほんとマジで電話番号あると思ってたんだけど、ごめんなさいね。全員知らなかったです。正座して電話待ってました。ハコちゃん、正座して電話待ってました。7月26日ですか。あれ、ハコちゃんそうだった、いた、いない。ハコちゃん10月4日の方だよ、ね、まだチャンスありますよ。ヨネヤさん台所台所に携帯持ってきていた。そう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 、みんなすごい。村井さんすげえ、マジでなんという抽選会だったんじゃない。面白すぎです。梶川さん携帯を取り出していました。おかしい、ごめん、ほんとごめんなさい、申し訳ない。あ、みんなね、ドラムロールをね、ありがとうございます、しょうちゃんとかありがとうね、ありがとうございます、ほんとにね、松村さんおめでとうございます、松村さん、ね、皆さんね、松村さんおめでとうございますってね、すごい、すごいいっぱいコメントありがとうございます、うん、はい、あ、そうだ、ハコちゃん15歳、逆立ちして待ってます、村井さんね。頭に血が上って大変ですけどね。はい、ということで、じゃあ行きますよ、15歳。これどうやって選ぶか。どうやんですか、ちょっとそれ、この辺置いたらいいんじゃないですか、広げて。あ、それで、これで映そうかな、うん、じゃあ。ちょっと待って、これで映そうか、みんなが見えるよね。これ、あの、ちょっと待ってね。神経衰弱並べしていいですか。はい、どうぞ。さっき、ババ抜き方式だったんです。これがですね、32人ね。あ、映ってる、映ってる。お、すごい。これ、なんかこう、イストリーゲーム的に音楽とか鳴らさなくていいですか。いや、ちょっと待ってくださいね。歌って、歌ってくれません。ちょっと待ってください。アプリがあるんだよね、ちょっと待ってね。あ、ごめん、これ iPhone 変えたらアプリなくなってたんだ。宴会部署、もう何から何が、あ、宴会部署ある。あ、今でもね、これ宴会部署ね、なくなっちゃった。宴会部長、この辺まであったんだけどな。宴会部長って何ですか。ドラムロールとかね、パンパカパーンとか全部入ってる。ウルトラクエストかな。じゃあ皆さんでやってください、ね、口。あ、そうね、みんな口でやってもらえばいいかな。もうなんていう抽選会でしょうね、本当準備が悪い、ね、楽しいですよ、楽しい、大丈夫、楽しいです。いいですか、いつ弾いたらいいですか、これ、ね、はい、じゃあ今からね、弾きますか。じゃあお一人ですからね、うん、本当に見えてないですからね。見えてないの分かりますよね。じゃあ、はい、行きます。ここからお一人引いていただきましょうか。はい、じゃあ、はい、探って探って一番下のこの方に。おお、決まった。はい、誰だ。ダン本田トールさん。ちょっと待って、本田トールさんですけども、今週出ますね。愛知県、今週出るんだよ、どうしようかな。ダメですか、本田トールさんね。でも出るなら、かな、あ、でも10月です、10月ですもんね。間空いてますから、じゃあ本田徹さんでございます。おめでとうございます。本田さんです。おめでとうございます。すごいな、
本田さん運がいいな。ついてる。本田さんだってあれですもん、あの明後日本田さんどこに出るんですか。メディコス。イレギュラーで出るんですよね。そう、イレギュラーで出るんですよ。でも318回ですからね、本田さん。ということで本田さんが、10月4日ということで、おめでとう。こんなすごいよね、いっぱいの中からということで本田さんおめでとうございます。おめでとうございます。あ、じゃあ本田さん連絡してみましょう。電話してください、はい、知ってるんですか電話番号。メッセンジャーで、はい、友達になってますからね。出るかな。他の方々本当残念でしたね。でもね、愛知の方ですからね、あの北原さんのコラムを毎日上げてる、すごい方。あのやっぱりコレクターなんですけどもね、愛知の方もね。あ、本田さん見てくれてるかな。でも今仕事かもしんないな。出てほしいですね。本田徹さん、ぜひ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 ね、お一人ぐらい ね。あ、なんか、あ、さっきと違う音がちゃんと呼んでます。本田さん出てください、お願い出てください。本田さん何回だろう、もう。すごい。金だらします、ね。本田さんのお友達、本田さんに声かけてください。はい、というか。はい、非常にですね、ちょっとごめんなさいね。ここで出てくれたらすごい盛り上がったんですけどね。盛り上がったんだけどな。はい、ということでね、本田徹さんということで、7月24日、うん、松村香織さん、はい、だよね、はい、はい、で10月4日は本田徹さん愛知県からね出ていただけるということで、まあ、あの仮にもしね、何か都合で来れないということであれば、他の方からこちらで厳選して選ばせていただきたいと思いますのでね、はい、皆さん応募ありがとうございました。本当ありがとうございました。いやー、これ抽選会面白いね。面白いですね、うん、これからいろんな抽選会やろう盛り上がるわ本当にね。あ、それでね、僕ね、その抽選の中に、はい、本当は入れたかったんだけど、入れるの忘れてたのが、うん、僕のセミナーがあるんですよ。でセミナーに、お二人の方を招待しようと思ってたんですけど、うん、入れるのを忘れてましたので、この中から、全員からあ、いいですね、2名をもう一回やったー。でこれがですね、ダブルチャンス7月22日と8月22日お、どちらが都合のいい方に来ていただけるかと思います。すごーい。あ、それぞれ2名ずつ。お、すごい、ね、で4人引いていいんですか。4人引いていいです。でこれ全員いけなかったら悲しいけどね。それぞれってみんなが8月がいいって言っちゃったらどうするんですか。あ、そういう問題があるのか。あ、うまく調整してもらう感じでいいですか。そうですね。それで、あ、それでまず1人を選んでもらって、その人に電話します。確認します。とにかく電話をつなげたい。わかりました。番組して1人でもつなげたいんだよ。じゃあ選んでもらいましょう、皆さん、はい、はい、また電話を、スマホを持って7月か8月かスケジュールを今のうち確認しておいてください。7月22日は金曜日、今週の金曜日、もう時間ありませんけどね、はい、14時からになってますので、ちょっとなかなかスケジュール的に難しいかもしれません。ちょっとね、その前にちょっとその一応リンク貼っときますから、はい、ちょっと待ってね、どれだっけ、どれだっけ。すごい面白い。めちゃめちゃ盛り上がりますね、これ ね。思わぬ。本当にでも出てほしかったな。一人ぐらいな。出ます。大丈夫です。出ます。頼みますよ。だってこの。そこで終わりたいよね。ここら辺。やっぱりありがとうございますっていう言葉をもらって。はい、それ当たったらやってくださいね、マラさん。まだ早い。まだ早いですね。今ね、ちょっとね、セミナーに関して、はい、ちょっと、リンクを。クリックしましたので、皆さんそれを見てください。はい、これ一応ね、セミナーは一応5000円でやってますからね。すごい、5000円相当のプレゼントが当たります。セミナー4名の方ですからね、素晴らしい。はい、今、
コメント欄に送りましたからね、皆さんそれを見ていただいて、ぜひセミナーに来ていただきたいと思いますけどもね。あ、村井さん今度こそかかってくるだろうって言ってますけどね。ナオシカの BGM、 ナオシカの BGM なんだか寂しいなとかね。あ、ヨネさんこの流れは面白い、面白いですね。私の番組でも採用させてもらっていいですか。甲斐さん太っ腹、ね、村井さん着信拒否だなってますけどね。そんなセミナー、あ、村井さん一応出てるからね、うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあいきますよ、はい、じゃあはい、お一人目の方ね、この方、はい、電話しますよ、皆さん電話準備いいですか、はい、なんか音鳴りますか、ダダダダダ流りますか、ね、マックさん準備中です。もう混ぜ混ぜしすぎちゃってますけど混ぜ混ぜしすぎちゃって混ぜすぎですけど、はい、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあ一人目の方、抽選、ドロロ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 ロ、この間のメディカスの300回も、はい、はい、あ、すごい、電話してください、はい、電話出てくださいね、竹内さん出るか、竹内さんね、出るか、竹内誠一さん、いました、さあ、いた、じゃあ電話かけます。 Facebook で電話をするってところがまた面白いですよね。あ、鳴ってます、呼んでます。これでも事情説明するのがまた長いで、これ実は10月4日ダメだったんですけど、ダブルチャンスで、ダブルチャンス、竹内さん出てください。はい、ということでね、竹内さんありがとうございました。あのちょっとね、はい、まだこれあのこのセミナーに関してはちゃんといけるっていう人じゃないとね、はい、あれなんで、もう一回、はい、もう一回じゃあ選んでいただきましょうか、はい、はい、ドラムロールお願いします。ドラドルル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 ル、じゃあこれです、はい、じゃーん、はい、茨城県の石川幸子さん。あ、石川さんっていうのはですね、今日僕が昼間パーティーに行った、先日本を出されたサロンのはい、オーナーさんです。あ、素晴らしい、3店舗を今営業して、石川さん、まだテレビやってないですか。まだやってないです。で、今度実はメディカツにもゲストに出ていただこうかなと思ってた方なので、ぜひいいタイミングですが、いいです、多分今懇親会で盛り上がってると思う。出てー、ちょっととりあえず石川さんにですね連絡して、石川さん一人出たらね、そこでやめられるんですけどね。一人出てよ、じゃあ原ちゃん引かなきゃ、村井さん引かなきゃ。石川幸子さんに電話してみます。電話してます。あ、昼間会ってましたからね、絶対出ます。石川さん出ます。飲んでる場合じゃないですよ、出てください。昼間だったからね、もう懇親会はもうやってないと思いますけどね。石川さん、幸子さん、もうね、今日のパーティーも素敵でしたよ、本当にお着物でね。はい、という、はい、ね、どうしようかな、あとじゃあ一人、まあ、皆さんもう一人だけね、チャンスください。すいません、お時間いただいて、すいません、すいません、皆さん申し訳ありません。多分ね、これみんなもね、切るに切れなくなってると思いますけどね。もう一人ちょっと、じゃあね、もう一人だけね、せっかく僕セミナー提供してるのにな、私の右手が悪いんですね。じゃあドラムロールをお願いします。じゃん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 、これです、じゃーん、はい、畑野智子さん。あ、畑野さん、いけるか、さっきコメントくれてた、コメントくれてた、コメントくれてた、どうですか、畑野さん、コメントくれてた、来た来た。ただね、彼女ね、神戸だからな、でも彼女にはね、番組やってもらいたいんだよね。ぜひぜひ、畑野さん、畑野さん、もしあったら今僕に電話してくれてもいいよ。多分、かけられるんじゃない、
今彼女すげえびっくりしてると思いますけどね、畑野さん。最後最後決まった。畑野智子さんね、智子さんつながりですよ。鳴ってます。なんでこれビデオカメラ。音があります。あ、これ出た？はい、え、出てないでしょ。ほら。あ、畑野さん。もしもーし。もしもーし。あ、かかってきた、かかってきた。これ本田さんだ、本田さん。あれ？本田さん。あ、本田さん。本田さん。本田さん。もしもーし。もし、あ、ごめんなさい。もしもーし。本田さん。あ、本田ですけど。あ。本田さん、あのね、あ、ごめんなさい、今、今、事情を、分かってないかもしれない。水越です。え、切れましたね。はい。ちょっと待って、本田さん、なんで切れちゃったんだろう。畑野さん。畑野さん。ちょっと待って、本田さんに先かけてみようね。ちょっと待って。畑野さんはコメントしてくださってもいいんですけど、畑野さん。うん、ちょっと電話取って、電話取って。かかってきた。それっぽい、それっぽい。本田さん。本田徹さんですか。もしもし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 。あ、もしもし、水越です。畑野さんでーす。畑野さん。畑野さんさ。あ、石川さんが、ちょっと待ってください。今いろんな方から電話が来た。畑野さん、ちょっと待ってて。来た。最高。石川さん。もしもーし。もしもし、石川です。あ、石川さん、こんばんは。今日、パーティーありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。今、実はメディカツ生放送中なんですけども。そうですよね。え、知ってるんですか？いや、言ってたから、火曜日は。あ、それでですね、実は今、はい、出版記念キャンペーンの抽選会をやってて、はい、今まだ配信中なんですけども、それで実はですね、はい、メディカツには当たらなかったんですけども、ダブルチャンスがありまして、ダブルチャンスがあって、石川さん、はい、僕のセミナーが、7月の22日と8月の22日にあるんですけども、どちらかってご都合ついて参加することできますかね、それをプレゼントしたいっていうことなんですけども、ありがとうございます。7月22か29ですね。7月22か8月22。8月22、多分8月22の方がいいかな。どうそうですか。おめでとうございます。じゃあ後でまた詳細を詳しくということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。みんな嬉しいです。今みんなたくさんの方が見てて、はい、喜んでくれてますんで、はい、ぜひ自分 TV 始めてください。で、石川さん今見てる人に紹介すると、まあ、サロンのオーナーさんで3店舗今、経営されてて、今日は出版、記念パーティーということでね、たくさんの方に、すごいおめでとうございます、3週間でもう増刷が決まるというね、素晴らしい方です。すごい、はい、ということで、またメディカスにもね、はい、ぜひ出ていただきたいと思いますので、とりあえずまたご連絡させていただきます、はい、ありがとうございます、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、ご連絡ありがとうございます。やったー。いや、よかった。ちょっと畑野さん、ごめんね、ごめんね、ちょっと待ってね。ね、これね、これどうやったらあれになるのかな。スピーカーホン、スピーカーホン、ガラケーは。ちょっと待って、メニュー画面どこですか。いや、縦横のハンズフリーありますか。あ、これだ。これタッチできるんですか。アプリキー、これだ。もしもし、 あ、来たー、畑野さん、お待たせしました。これどっから音出てんだろう。音量を大きくするのはどうするんだろう。これだ、音量レベル最高。畑野さん、こんばんは。ありがとう。畑野さんは今神戸ですか。神戸です。はい、神戸からね、かけていただいてるということで、畑野さんは何が当たったんだっけ。セミナーです。畑野さんに今見てた。畑野さん見てた。見てましたよ。あ、そうですよね。で、畑野さんが実はセミナーが当たったんですけども、はい、7月22か8月22っていうのは東京の方に来る予定はありますか。ないです。ないですか。8月だったら行き
すごい。嘘、本当？行きます。8月22日おめでとうございます。え、7月22日、ちょっと近すぎるので安いな。そうだよね。8月22は大丈夫そう？ありがとう。月曜日です。月曜日。ということで、じゃあ、あの、また詳細はご連絡しますから。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。じゃあね、どうもありがとうね。ありがとうございます。はい。この間ありがとうございました。あ、ね、この間300回来てくれてありがとうね。お会いしてるのかな。はい。ありがとうございます。また、じゃあ、これ、引き続き、メディカツをご覧ください。はい。ありがとうございます。はい、どうもやったということでね、いいですか、あと本田さん、ね、2人決まっちゃいましたから汗びっしょりですよ今日も。ちょっと本田さんにもう一回かけ直します。さっきかけてくれたからね。本田さんは10月4日10月4日。皆さんこの状況を客観。もしもし、もしもし、本田さん、本田さん、あ、本田さん、もしすいません、何度も。あ、もしもし、今大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。あ、本田さん、ごめんなさい、あの、今実はメディカツを配信してるんですけども。あ、すいません、ちょっとなんかあのバタバタしちゃって、こっちは。あ、ごめんなさい、今大丈夫、電話。あ、今なんとかね、今家帰ってきました、はい、あ、ごめんなさいね、今実はメディカツ配信中なんですよ、番組を、はい、それで、実は出版記念キャンペーンの今抽選会やってまして。あ、そうだったんですね、今日は。はい、で、本田さん、メディカスに10月4日出演っていうので応募されましたよね。あ、あれなんか適当に選ぶって。あ、はいはい。いいんですよ、いいんですよ、はい。でも本田さん、あさって出るんですもんね。そう。譲りますか。ちょっとあんまり良くないですけどね。いやいや、そんなことないですけど、いいですよね、でも3ヶ月後ですから。あさって来て10月4日出るってことも全然構わないですけども、どうされますか。まあちょっと他の人にお譲りしますか。優しい。すごい。本田さん、素敵、ありがとうございます。本田さん、すいませんね、本当いいですか。あさってに集約したいと思うんで。はい、はい、実は本田さんはあさってスペシャルということで、はいはい、メディカツを配信します、はい、しかも、はい、北原さんの横浜の博物館から。あ、すごい、北原さんと本田さんと私の対談をあさって木曜日20時からやりますんで、本田さん、じゃあその時またよろしくということで、はい、どうもすいません。その時で十分ですね、はい、はい、じゃあ、いやいや、とんでもございません。じゃあ本田さん、すみません、はい、よろしいですか。全然もう構わないです。ああ、じゃあ本田さん、ありがとうございます。電話、とりあえず、すみません、ちょっと混乱させてしまいました。とんでもございません。もう今日ね、本田さんと話ができただけで嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。どうもありがとうございました。いや、はい、どうもありがとうございました。はい、どうも失礼します。ということで、皆さん、ラッキーです。トリプルチャンス。でも混ぜちゃったじゃん。大丈夫だ。大丈夫でしょ、ね、電話するんだから大丈夫だよ。10月4日の再抽選、ね、ということで、再抽選ということで、ということで、すいません、じゃあこれでね、再抽選、最後の最後、ちょっと待って、コメント読みたい。皆さんから大混乱とかね、いろんなコメント、じゃんじゃん電話ってよかったねとかね電話のラッシュ、のカレーライス、あ、畑野さんと呼んでください。ミッキーさんも、私申し込んでないけどかけましょうか、ね、気を使っていただいて本当にありがとうございます。ゆきちゃんね、みんなでみんな出ないって笑ってますけどね今日の抽選楽しすぎますってね。ちゃんちゃんもすごい。ある意味もこさんの引きが強いとかね。あ、すいません、ちゃんとかね、ありがとうございます。それで、楽しすぎますってね、本当楽しいです。やってる方めっちゃ楽しいですね、これ。ガラケーに宿泊ということでね、ガラケーに宿泊まさかガラケーにかかってくる予想してなかった。これがライブのね、面白さですよね。317回はこう、はい、
いいあれですよ。はい、さてもう一度ということでね、はい、当選枠が増えましたねということでね。そうです。さあということで10月4日ね、ここで改めてお一人の方をね選びたいと思います。はい、全部混ぜましたね。混ぜました、はい、トールさん以外混ぜました、はいはい、だからセミナーの方はいいですよね。セミナーの方はもうね、こちらもいいとりあえず、はい、持っていただいてということで、はい、じゃあ行きましょうか。ドラムロールみんななんか疲れちゃった。ちゃんと見てくれてる人引きたいな。じゃーん。はい、誰？神奈川県の小池あゆみさん。小池あゆみさん、10月4日希望なので大丈夫です。はいはい、てってれれー、小池あゆみさんおめでとうございます。おめでとうございます。これが見てるから僕ね、小池あゆみさんで僕ね繋がってないかもしれない。そうなんだ、うん、小池あゆみさん見てたらどうやって連絡する？うん、コメントか。あ、コメントね、チャットでもいいんだけどな。チャットか、あと今友達申請をしてもらって、うん、電話をしてもらう。電話なんだっけ、あゆみさんね。これ繋がってないと電話ってできないんですか？できない。マックさんできないでしょ。できないか。メッセンジャーは友達になったらダメだ、ね、そうか、はい、でも友達になる前からできますよね。メッセンジャーはあ、電話じゃなくてあのメッセンジャー、メッセージの交換は知らない人ともできるじゃないですか。はいはい、でもまあどちらにしても10月4日を希望されてたので、はい、こちらのね、小池、ちょっと待って、小池、小池あゆみさん、あ、この方だ、あ、すぐに読んで活用したいですっていうねコメントいただいてますね。活用したい、もうそういう方にあの出ていただきたいということで、10月4日、小池あゆみさんおめでとう。おめでとうございます。いやでもこういう方にね逆に当たって嬉しいね。そうですね、うん、楽しみです。はい、後でねまたご連絡させてもらいますんでね。はい、小池さんはね、で小池あゆみさんと僕多分繋がってないと思うんだよね。ちょっと一度、あ、なんか喋っててください。これ何時までやるんですかね。もう終わりです。私の話をディズニーの話で終わってしまったんですけど、はいはい、あ、これからまだ話します。まだあの小池さんの、あ、小池さんじゃねえや、もこさんの話。あ、小池さんってこの方かな。あ、違うか、ちょっと分かんないな、いろいろ、ね、はい、さっきねモスバーガーでバイトをしてましたということで、うん、太ってしまった私はですね、はい、 そう、はい、その後のね、そうです、あ、とりあえず抽選、あ、じゃあちょっと待って、その後のコーナーを変えたいと思いますんでね。はい、じゃ最後のコーナーはこちらになっていきたいと思いますね、はい、いきますよ。最後のコーナーはこちらだ。はい、はい、ということでここからですねちょっと、はい、また変えてですね、はい、まあディズニーランドでね、はい、働いてたということで、まあ実はそこから辞めて、はい、ね、そうなんですね、お仕事をまた新たにと、はい、いろんな夢を持って始めたという、はい、そこら辺をお伺いしたいんですけども、はい、そうなんですよ。そうずっとねその高校生時代からふくよかだった私はまあ成田に住んでて前浜に2時間かけてね毎日通ってたわけですよ。片道？片道です。それでもう、まあ、いい年になってきましたので通勤で行くのに疲れてしまって、もう仕事をしてさらに疲れてもう帰るのが嫌だよってぐらいもう本当体が重いしもう疲れやすいしっていうところで、このままじゃ定年まで働くことできないなと思ったんですよ。それで少しちょっと体力をつけようかなと思ったのがきっかけで、今までいろんなダイエット法を試したんですけど、ダイエットではなく健康になろうっていう考え方をちょっと変えたことで、3年前に、うん、3ヶ月で13キロのダイエットに成功して今があるんですよ。で、はい、私ほらやると思ったらこうなるじゃないですか、まあね、メディカツじゃなくて、ね、まあ、自分 TV も始めたのと同じように。なのでがっつりこういろんなことを生活習慣をガラッと変えて、うん、でダイエットをしたらなんか自分だけじゃなくて家族が喜んでくれて、うん、仲間も喜んでくれて、うん、で今までねこうねこんなお洋服着ないですよ、太ってるから、うん、なるべく隠そうとする、うん、お洋服を着てたんですけど、買い物に行くのが楽しくなって
可愛いなと思った服が全部着れるようになった。今までは履けない着れない、うん、着てみたが似合わない、うんうん、だったのが何でも着れて、うん、なんか似合っちゃうみたいな感じになって、もう生きてるのがすごく楽しくなったんですよね、うん、で家族がその子供たちのね授業参観に行くと、あのお母さん誰のお母さんっていう感じでざわざわってなったりとかして、子供たちも結構こう鼻高いようになって、あ、自分が綺麗になることって周りを幸せにするんだなってことに気づいたんですよ。そこで今はそのダイエットセミナーをね、あの随時開催してるんですけど、うん、はい、で私がその学んだ中に、今までダイエットは目標とゴールがあって、うん、3ヶ月で例えば3キロ痩せるとか、次結婚式に呼ばれてるからそれまでに、まあ、5キロ痩せるとかっていうゴールが必ずあったんですね。でも健康ってゴールがない、うんうん、あの今年1年元気だったら来年病気になってもいいかって言ったらそうじゃないじゃないですか、うんうんうん、そうするとゴールがなかったらって考えると、あのその無理にきついことを短期間で頑張るっていうことは一生続かないじゃないですか、うんうん、なので普段の生活のちょっとした工夫で、うん、あの生活習慣を、ね、そうですね、うん、無理なく、例えばご飯を食べたら自然に歯を磨くように、うん、駅のエスカレーターではなく自然に階段を登れるようになったらいいじゃないですか、うん、健康にもその、うん、カロリー消費っていうところにも、そういったお話をさせていただいて、もう人生最後のダイエットセミナーもうこれで終わりですよね。その生活習慣が身についちゃったらこの先ダイエットで太らなくなるわけだから、うんうんうん、ということでセミナーを開催します。まあじゃあどちらかというとその生活習慣をまあ変えていくっていう、うん、ていそういう感じなの、はい、やり方ではなく考え方を変える、考え方を変える、はい、という。なるほどね。それはセミナーっていうのはどの何時間とか、あ、そうですね、1回2時間で、1回2時間、はい、それ今もやってるやってますね、随時、はい、先週もあの地元の方で、はい、ママ全員ママでした。赤ちゃんを抱えたママって、例えばジョギングに行きたいとかジムに行きたいとかエステに行きたいって叶わないじゃないですか、うん、赤ちゃんの時はね、うん、なのでじゃあ赤ちゃん抱っこしながらちょっとこう足を上げてみようって、かかとを上げてみようよとか、うん、そうやってあのながら運動ができる方法をお伝えしたりとか、うん、なんかね、あのノアさんもモコさんのおかげで私も痩せました。ノアちゃんは2ヶ月半で14キロ痩せたんです。すごい頑張ってくれました。うん、はあ、もう別人ですよね、14キロって。でもそういうことを実際にそういう結果を出されてる方がいるってことは、はい、すごいじゃないですか。すごいです。あの他にも4ヶ月で10キロ痩せてくれたナースの方がいて、ナースの方夜勤もあってご家族も子供もいて不規則、うん、だからね、食事の時間もバラバラだったりっていう中でその考え方を変えたことで4ヶ月で10キロ痩せてくれて、その後はその自分でね、その4ヶ月はちょっとサポート付きのコースだったんですけど、その後は自分で頑張って今14キロ、20キロまで頑張るって言って、それオリジナルで、オリジナルです。全部自分の経験をお伝えしてたるだけですね。なんていうタイトルなんですか、モコのなんとかなんとかとか言うの。人生最後のダイエットセミナーで、ーそのまあ続き、やっぱりとはいっても一人で頑張れないよっていう方にグループでやるダイエットがチームモコズチームダイエットというフェイスブックでグループ作って、毎日こういろいろ報告し合ってっていうあのサポートをするのが続編であります。うん、はい、なるほど。で今もそれを継続してやってるってことね。それはい、まあでも今日のギャラリーはね、まあ、そう太ってるのはいないからあれだけども、まあその本当にあれだよね、やっぱり生活習慣一番大きいのはね。で今ほら何でもすぐに買って手に入るじゃないですか、うん、食べ物、はい、甘いものとかね、はい、うん、そういうのも、ね、そうですね。だからね、中にはダイエットはしたいけどケーキはやめられないっていう人がいると思うんですけど、これもそのうちの人、はい、原ちゃんもそうだね。あのケーキを食べていいんです。あ、そうですか、うん、ケーキを食べちゃいけない、一生食べちゃいけないって無理じゃないですか。そうなんですよ、好きなんだから、うん、実はそれで結構いや続かないって人ね。そうですね、うん、ケーキを食べるときは美味しかったねって、美味しいねって食べていいんですよ。でもじゃあその後ちょっと頑張る、毎日食べて、うん、毎日例えば3食食べて、それよくない、無理じゃないですか、うん、それで痩せたいっていうのはちょっとね、考え方変えた方がいいと思うんですけど、今日は楽しむ、例えば飲み会があるとか
例えばお友達とバイキングに行くだとか全然いいと思うんですよ。でもそれは次の日、まあ、3日以内にリセットしましょうねってお伝えしてるんですね。 300g を増えちゃったのを、戻すのってなんかできそうじゃないですか。でも 3kg 増えちゃったら大変ですよね。大変だよね。だから毎日体重計に乗ってその変化をちゃんと記録しましょうねっていうふうにお伝えしてやってる。まあ、だからね、それはそのみんながみんなできるかっていうとなかなかね、また難しいところだけども、 でも実際にそれをやる人は必ず結果が出てくる。出てきます、ね、絶対出ます、はい、それでもそれはあなたを応援、あれ合ってる、あなたを応援やっと言えた、あなたを応援 TV でも言ってるの、それ言ってない、なんでそういう言わないでどうするの。あなたを応援 TV なので、だって応援じゃない、これゲストを応援してる。いやいやいや、あなたっていうのはゲストもそうだけど、見てる人みんなに対して応援 TV だから、かあなたのやってね、ももちゃんのやってることでみんなが助かる、喜ぶんだったらそれをどんどん伝えていかないとね、はい、告知をね、告知を、そういえばあの水越さんもしてるなってことに最近気づいてたので、しますよ、あの自分のね告知もしたいなって思い始めてたとこなので、ね、はい、次回から。ハコちゃんね、はい、すごいですね、私もダイエットしたいけど全くできてないです。あ、ノアちゃんケーキバイキング行きましたが1キロ落ちました。そうなんです、うん、ね、太るんだよね、このケーキを食べたら太るんだよなと思って食べてると太るんですよ。でも私はこれをケーキを食べても大丈夫と思ってると絶対増えません。メンタル。そうなんだ、うん、飲み会って、昔私飲み会行くと2キロぐらい太ってたんですよ。すごいですよね、一晩でね。そんなに来たので、でも私は飲み会飲み会行っても大丈夫って思うようになってから、まあその一時的には食べてるから増えますけど、翌朝にはリセットされてる。へえ、なるほどね、うん、面白いね。そう、なんか考え方ですよね。まあ確かに基本みんなこれ太っちゃうって思いながら食べてるからね。そうあ、まあ、その思考っていうのはすごい大切、ね、すごい 大切ですね。みんな受けたくなりましたよ、きっとお子さんのどうやって告知してんの、どうやって集客してんの。今はホームページで、うん、イベントページ、イベントはこちら、ホームページ ページね、うん、あんまり大々的になんでやんないのやりますイベントページとかさせればいいのに。そしたらみんながシェアしてくれてね、うん、行きたいですかね。さっきのツアーもそう、なんかあれだよね、やっぱり自分自分のことできないんですよ。そうなんですよ。いや、分かる、それは分かる。人の応援大好きなんですけど、自分のことできないんですよ。だから私応援 TV やんなきゃダメだ。やっぱりそうだ、もう来週から今週から変えます。俺は多分それをやらせるためにきっと俺言ってんできた、私応援 TV 私を応援して TV。 自分だ、でもね、確かにそうなの、自分のことは一番よく分からないし、自分のことをなんか出しづらいっていうのはね、ある、それは確かにあるけども、でもプロデューサー募集中です。でもそれはでもあのモコちゃんのことを知りたかったり、モコちゃんがこういうことやってくれるのかなっていうのを知りたい人たちもいっぱいいるわけだから、ね、はい、それを知らせないっていうのはね、申し訳、逆に申し訳ないと思う。はい、はい、しっかり先生ありがとうございます。いやいやねえ、もったいないですよね、はい、ゆきちゃん、ダイエットはやっぱり生活習慣ですね。そして自分に OK も出していいんですよね。そうだよ、 OK。 なるほどね、さすがいいこと言うね。はい、カイさん、確かに応援ですが自分のTV なので告知必要ですよね。 ありがとうございます、ね、メンタル面でのアドバイス大事ですね。カイさんはあの栄養士さんですから、はい、ね、そういうこともねよく知ってます。カイさんあのこの間ハラちゃん TV で、え、うん、私が出た時にそのダイエットセミナー当たった、うん、当たったんです。あ、そうなの、いつなの。あのご都合がいい時にいらしてくださいね。でまだ話は、そうそう、それで今日の、はい、もこさんの愛のツイート大賞は、はい、実はその今お話に出たセミナー、お一人の方をね、はい、ご招待します。場所どこよ。場所は大体は船橋か成田なんですけど、うん、あの場合によっては都内開催でやることもあるの。あります、うん、都内でやってほしいね。渋谷、ね、渋谷じゃない、どこだっけ。ほらホームページハコちゃんリンクしてくれたよ。 ありがとうございます。ということで、お一人の方でね、でもこれもやっぱり行きたいですとか、興味ありますっていう人にやっぱり言ってほしいので、ね、ぜひ皆さんコメント欄で、はいはい、ダイエットセミナー行ってみたいですね、ぜひここら辺でやってほしいですよね、はい、それをぜひコメントしてください。そうですね、リクエストいただけると嬉しいです、はい、あ、村井さんに受けてほしいね。すごいですよこれ。絶対大丈夫と信じて夜な夜なラーメンを食ってます。こういう男にね、ぜひ受けてもらいたいですね。夜中のラーメンは天敵ですよ。天敵でしょ、うん、
でも前田社長なんて毎日ラーメン食べてるからね、昼連食したりね。あれ今日ね、前田さん行ってきたんですけど、メガネの前田さん行ってきたんだけど、はい、ラーメン食べに行っていなかったです。そうね、ね、本当に会ってほしかったですけどもね。そうなんです。 でもここまで来るの大変だもんね。メガネの前田 TV にも出てほしいんだけどね。全然いいです。ここであれ昼間ですもんね。だって昼間全然大丈夫ですか。大丈夫だよ、だって今日だってね、もうギリギリこの時間までいるんですよ。帰れなくなっちゃうんでね。大丈夫です。誰かがきっと送ってくれますよ。誰かが送ってくれますよ。もう成田ですからね。近いですよ。いやいや、あの何か他に告知とかなんか話したいことなんかありますか。話したいこと、うん、あと何かあったっけ。話したいこと、ちょっと1個いいですか。どうぞどうぞ。私あの、まあ、ママなんですけど、ほら、志保ちゃん行ってみたいですって。志保ちゃんまだ受けてないの。あ、しほちゃん行ってみたいって。はい、あ、これね。はい。はい、あ、ちょっと待って、こっちです。飛来和孝先生のこの心の授業という、うん、はい、本がね、うん、2月に出たんですけど、うん、こちらのキャンペーンで100冊買ってくれた人の町にいて、この先生が、うんうん、この先生が講演しますよっていうキャンペーンがあったので、はい、またこれね、私ね、なんか3秒ぐらいで申し込んじゃったんですよ。マジで100冊がいくらかなんて計算せずにぜひ先生を呼びたいと思って。129,600円、自分一人で買いました。あ、お泊まりの話2月に。で、あの在庫あるんで、もしよかったら、あの1,200円、それで税は私が負担するんで、うん、あの欲しい人お譲りします。それでそれで、うん、そのイベントをするんですよ、成田で。ついにその100冊買ったから。そうそうそう、そのイベントに来てほしい。はい、9月22日成田なんですけどね。はい、はい、12時半から木曜日12時半から3時、はい、これ祝日です。あのシルバーウィークのね。はい、3時だと帰れるね、みんなね。そうですね、来れるし帰れるでしょ。これ、はい、いくらなんですか。大人2000円で安っ、はい、交通費かかるけど安っ。そうそう、これもあの心の授業 in 成田で検索していただけるとホームページ立ち上げてますので。これもイベントページ立てればいいのに。フェイス、あ、立ててます。あ、立ててんの。こっそり立ててます。なんでこっそり立ててんの。あ、まだいろいろ情報が決まってなくて。な、ね、そうだよ、コミネッチちょっとイベントページお願いね。はい、これあの仲間と一緒に5人で企画してやってるので、こちらのな何がいいんですか。あの言ってください。これもダイエットの今話したのと同じようで、はいはい、生きていくにはね、あのやり方ではなく、うん、あり方だよねっていう先生のお話なんですけど、うんうんうん、今回はあの子育て本が出たので、うん、子育てに特化したとこなんですけど、うん、まあ、子どもの本当の幸せって何だろうとか、何のために子育てを私たちはしてるんだろうとか、子どもは授かり物だと思うから、うんうん、自分の育てたいように子供を育てると思うんですけど、うん、子供は本当は天からの。ちょっといいですか。竹内さん。竹内さん。もしもし。あ、もしもし。あ、水越です。竹内です。あ、どうも。あの、今ですね、はい、メディカツの配信中なんですよ。はい。で、あの実はですね、はい、あの竹内さん、あのメディカツ出演権はちょっと外れたんですけども、はい、実はそれと別にあの僕のセミナーの、に招待ということで、はい、当たったんですけども、もし、7月22日か8月22日ご都合どちらかよろしければ、はい、まあ、来ていただけるということなんですけども、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。どうですかね。7月の22か8月の22。8月の22、8月22。ちょっと待ってくださいね。はいはい。うちも2人決まっちゃってますけど、いいですか。あ、いいです。はい。もうこの流れで。今ね、竹内さんが、竹内さんいい男なんですよ。はい、ついこの間。そうですね、すごい。ご結婚が決まりましたね、うん、おめでとうございます。あ、笑ってます、笑ってます。今スケジュール確認してくださってるのかな。2枚目、いい男。あのメディカ300回にもね来てくれて。あ、そうなんだ、お会いしてるのかな、うん、スケジュール確認。そうだからね、あの会場にいながら会ってないって人が結構いるのよ。
います。150人ですよね。私名刺交換30人でしたよ。すごいね、でも。え？それだけした。すごいですよ。まだまだ全然お会いできなかったです。あ、ミサさん。あ、ミサちゃん。あ、ミサちゃん、この。日高先生、最高ですね。はい、最高です。一緒にイベント企画してる。お友達みさちゃんありがとう。みくちゃんも見てるかな、寝てるかな。コミネッチ コミネッチも一緒にやってます、うん、あ、竹森さんも一緒にやってます。おうほうほう、はい、そう、みんな成田に集合だー、イエーイ。でね、先週、先月、水越さん、はいはい、水越さん、はい、4月22日って何時ですか？14時からです。14時から。8月22日は、はい、14時からです。14時から。はい、わかりました。では8月22日でお願いします。わかりました、ありがとう。ありがとうございます、はい、おめでとうございます。じゃあ、また詳細は改めてメッセージします。はい、わかりました。おめでとうございます、ありがとうございました。お電話ありがとうございました。はい、どうも。はい、ということで決まりました。決まりました。はい、書いてくれた、なんか8月、はい、あ、日にち書きました、はい、全部忘れちゃうんだよね、はい、あ、これでね、はい、成田で9月22日は集合だということで、はい、チケットを販売してるんですけど、ウェブで、はい、ウェブで、まだ1枚も売れてないんです。で、じゃあ皆さんぜひちょっと URL、 あ、これ誰か貼ってくれた、このハコちゃんが、そうです、そうです、そうです、ありがとうございます。皆さん今ハコちゃんがね、あの、はい、コメント欄に打ってくれましたけども、本当に感動する。さっきのその子供は預かり物だと思うから、自分の授かり物、あ、授かりだと思うから、うん、自分の思い通りに子供を育てたいと思うんですけど、預かり物だと思うと、なるほどなるほど、ね、世の中に、あの、返す、あの、出ていくときに世の中に返す、役に立つために子供をその預かって育ててるんだと思うと、その育て方が変わってくるんですよね。なるほどね、うん、っていうお話をしてくれたりとか、ね、はい、未来を不安で埋めるといい、ね、もういろんなことに萎縮しちゃうけど、未来を希望で埋めるとね、もう本当に明るい道が開けるよというようなお話をしてくれたりとか、ぜひね、あの、皆さん、お友達とか周りの方にもね、はい、ぜひお願いします。子育て中の方に宣伝していただけると嬉しいですね。希望の方も、あの、いっぱいありますので、ね、1200円ですね、税金の方はこちらでサービスさせていただきますので、はいはい、これもだから、あ、さっきのホームページにお問い合わせページがありますので、ね、はい、もし、あの、なんかありましたら、メディカツ見たよということでお問い合わせいただければ、うん、ね、はい、話が通じると思うので、はい、でイベントページもどんどんシェアしましょう、はい、ありがとうございます、ね、はい、はい、ということで皆さんぜひ9月22日になりたい、はい、集合集合だ、ね、よろしくお願いします。うなりくんも来るよ。誰？うなりくん。誰？うなり、成田のゆるキャラです。知らない成田のゆるキャラですよ。これこれすごいんですよ。成田はうなぎが有名なんですよ。 あと成田空港があるじゃないですか、はいはいはい、頭はうなぎ、体は飛行機、うなりくんです。うなりくん、俺初めて知ったよ。ゆるキャラ頑張ってますよ、はい、いつもグランプリ10何位で。あ、そうなの、はい、はい、ぜひ応援に来てください。はい、ね、はい、ありがとうございます。はい、他にありますか？他は大丈夫かな。大丈夫ですか？はい、はい、あ、浴衣コンテストね。はい、浴衣コンテスト後から聞いた人、はい、小金井浴衣美人コンテストをやっておりまして、はい、本戦が7月24日の日曜日ですけども、それまでにウェブで今、投票をやってますんでね、はい、誰かぜひウェブ投票、ね、URL を、そうそうそう、 URL をね、先ほどでも出てたけどね、出てたけど消えちゃうんですね、はい、下に行っちゃうからね。7月の23日15時までウェブ投票があります、はい、ウェブの中で上位3位に選ばれた人が当日の審査に加点されるそうなので、ここまで浴衣美人コンテストで検索してくれたら出てきます、ね、はい、出てきます、はい、はい、あ、ミッキーが子育て真っ最中なので興味津々なお話です。すごい。市の企画実行委員になったので小金にもお呼びしたいです。ぜひ呼んでください。本当におすすめです。だから一応そのためにもミッキーも行ったらいいよ、成田ね。そうですね、一度聞いていただければもうね、人にお話ししたくなります。赤井さんがね、うなりくんに反応します。あ、うなりくん気になる、うなりくん。うなぎの、あ、成田の鳥かと思いました。はい、ってるけど、ね、飛行機です。飛行機、ね、飛行機。あ、お問い合わせはこちら。あ、ありがとう、ね、コミネッチ、ありがとう、はい、ね、ありがとうございます。国
心の授業ということでね、心の授業ですよ、本当に素晴らしいです、ぜひお申し込みいただきたいと思います、はい、まだ1枚も売れてないって言ってね、1枚も売れてないんです、はい、だって宣伝されないよ、だってちょっとね、まだね、で、あなた応援 TV でもやんなきゃ、これそうですね、そうですよ、忘れてましたそっか、最高の、だって自分の発信メディアなんだからね、でも成田遠いんですよ、いや関係ないですそれ関係ないでもね、聞いてください、はい、成田空港があるんで LCC で海さん、海さんとかね、あの札幌とか福岡とか1時間半で来れますよ、都内に出るより近いんですよ福岡、あそうなの、成田空港から、へえ、私この間そうか2時間かかるんですけど、うん、飛行機、まあ、飛行機搭乗とか手続き考えちゃうとね、ちょっとそれでも同じぐらいでしょ、そうなんです、すごいね、札幌も1時間半で行けちゃうんですよ、へえ、うん、実は成田空港便利です、うーん、そうなんだ、はい、あ、ゆきちゃんもありがとうね、あ、はらちゃんもありがとう、ありがとうございます、ミッキーもありがとう、はい、あ、そうそう、イベントね、うなりくん来るかもよって来ます、はい、はい、来ますうなりくん来るかもよね、はい、ということでねそれでね、あのメディカツ皆さん初めて見た方もいらっしゃると思いますけど、はい、メディカツは、毎週火曜日やってますんで、これからもね、いろんなで来週は今日選んだ方がゲストということで来ますし、はい、これからも続々とねゲストがいっぱい決まっております、でいつかはメディカツにっていう方もね、ありがたいことでたくさんいらっしゃいます、はい、ですのでそういう意味でもね、メディカツこれから続けていきたいと思いますけども、はい、最後にですね、メディカツの、テーマソングをね、やったー、生だ生だメディカス、これね、メディカのテーマソングが私が待ってました作曲した、キャッチャーウェイという曲があります、いい歌ですよね、夢を叶えよう、世界は飛び出そう、っていう曲なんですね、大好きです、でこれをですね、最後に聴いていただきたいなと、はい、思います、はい、キャッチャーウェイ聴いてください、はい、はじけそうなときめき忘れていないかい、思い出して無邪気で素直なあの時を、グッバイ泣き虫ロンリネス、笑顔のエンジェル、輝き始めるすべての命が、つまずいて倒れても後戻りはしない、立ち上がるよ何度でも、明日へレッツファイアゲイン、グッバイオアギナイエスタデイ、あの負けないバンビーデイ、結構気に入ってくれてるんでね、本当に嬉しいと思いますけども、ありがとうございます本当にね、はいはい、最後にねコメントちょっと読みますよ、はい、あ、成田はいいとこですよ、ね、そうです、成田気になる場所です、ノアちゃん成田です、あ、はい、成田ね、はい、あ、マックさんキャッチウェイありがとう、村井さん今日俺の夢が燃え尽きた燃え尽きるなそのぐらいで、村井さん今度は私応援 TV じゃないよ間違えてる。うつった。
え、何ですか番組名は。あなたはですね、あなたを。いやでも気持ちがこれ変わったってもいいことですよ。私応援してください皆さん。それでいいんですよ、純粋にね、素直に。ミサちゃん、ミサちゃん、ね、はこれからもぜひ拝見させていただきます、はい、歌もお上手なんですね。ありがとうございます、嬉しいですね。上手なんですよ、ミッキー、はい、あ、タンタンって息子さんですけどね、はい、ヘイヘイとノリノリで踊っています。お、嬉しいですね。ヨネヤさん、キャッチアウェイ、コードシンクも含めて覚えてみようと決定。ありがとうございます。ヨネヤさん、社内からパーティーで誰かが泣いた写真をばらまこうってね。僕ね、パーティーで最後泣いちゃったんですよ、本当にね。感極まってね。あ、近藤さん嬉しいね。この曲を聴くと元気になりますね。元気になります、ありがとうですね。はい、ノアちゃんパチパチありがとう。はい、しおちゃん、神津の森まで特急で1時間ちょい。近い近いよ、成田、ね、意外に近いよ。近いよね。そうです。もう力説してますけどね、はい。ぜひ、ぜひ来てください。コミネチ、新番組、私を応援 TV。新番組ね。裏番組でやろうかな。ね、はい、母さん、今日も曲聴けたってことだね。ありがとう、ゆきちゃん。自分で番組名間違えるなってね。もきちゃん、番組名変更ですかって言ってますからね。変更。まあ、でも、そのぐらいの気持ちでね。隔週でやるとかね。はい、いや、中で、そういうコーナーも綺麗じゃん。私応援 TV っていうね、コーナー。ぜひやってもらいたい、ね。ぜひそうします、はい。ということで、もう今日2時間超えちゃいました。2時間超えちゃいましたよ。はい、ということで。あっという間ですね、これ。すごい楽しい。これはでもね、ちょっと最後に聞かなきゃいけないんで、ちょっとね、もうジングルいいや。いきまーす。こちら。はい、私の夢ということで、ももちゃんの夢を聞きたいんで、はい、最後にね。私の夢はですね、うん、誰かを応援したいんです。うん。まあさっきから言ってるけど、あなた応援 TV。そう。でもそれがやっぱり基本ね、はい、もうなってるんだね。うん、そうなんですね。応援したい。実はプロの応援団のがむしゃら応援団っていう、うん、ここに、はい、いるんですけど、はいはい、応援団がいて、彼らも自分スタッフをやりながら自分たちが舞台に出てってやってて、すごい忙しそうなんですね、うん、その今軽くこうスタッフをやってたりするんですけど、うん、もうマネージャーになっちゃおうかなとか、うん、うん、自分でできないことを頑張ってる人たちのにをもう無償で応援したいんですよね。だから例えば自分のビジネスがもうこっち側でもうくるくる回ってる状態で、そっちはまあ置いといて、もういつも誰かをまあ全国駆け巡ってこう応援 、うん、しまくりたい、うんうんうん、と思ってるんですよ。でもそれは素晴らしいことだと思いますよ、うん、やっぱ応援するっていうのはね、人のためにっていうのはね、そうなんですね、うん、まずはいや自分もね応援していいんですよ、してもらってもいいし、でも最初には人のためにっていうか、人を応援するっていうかね、本当にギブというか、はい、もうそれがやっぱり大切だと僕も思いますよ、うん、そうです。でもその中で私を応援 TV ね、今ゆきちゃんが何もこちゃんゲストにもこちゃんを応援してもらうコーナー作ろう。あ、そうそうそう、いいよね、うん、いいと思う、いいと思う。私を応援して TV、 私を応援して TV でね、それいいと思うよ。じゃあ5分番組で、はい、中で入れたい。あ、だから夢としては何、だからその夢、うん、夢ですよ。だからもこちゃんのこれからの夢を聞きたいんだけど、誰なんか具体的に何か何したいとか。すごい身近な夢でいいですか。夢というか 何今は、うん、やっぱ応援するのが好きなので、この飛大先生も応援している海洋冒険家の白石浩二郎さん、うんうん、知ってます、はいはい、を応援してるんですよ、はいはい、で投稿してるもんね、はい、で11月6日に世界一周 の単独無寄港無補給のもう一番過酷だと言われてるレースに出るんですね。で、そのスタートを応援に行きたいんです。へー、でも40万ぐらいかかるんですよ。え、そうなんだ。スポンサー募集します。スポンサーね、まあ今あとほらあれがあるじゃないですか、はい、なんて言うんだっけ、クラウドファンディングをしてるので、うん、はい、ぜひ船を整備するのにあと5000万かかるんですよ。うわ、そんなかかる。で今ね500万ぐらい集まってるんですけど、うん、誰か URL 貼ってください。はい、ぜひ1000円でもいいと思うんですよ、うん、で1000円でもその寄付することで、うん、そのレースが自分ごとになるじゃないですか、うん、0円でただ見てるよりも自分の1000円出した1000円が
あのセールが今欲しいんですけど、うんうん、セールになって世界一周してくれるんですよ、うんうん、1000円から100万円まであるんですよ、ね、100万円まであるんですけど別に100万出さなくてもいいんですよ、1000円でも3000円でも1万円でもいいと思うんですけど、そこにその夢を託すじゃないですけどしたら、そのレースが80日間あるんですけど、すごい楽しめると思いません？うん、思う思う思う、うん、なので、ね、はい、そのスタートゴールはゴールできない人がほとんどなんですけど、ゴールは日にちがバラバラなんですよ、だから準備がしようがないんですけ ど、ね、うん、スタートはスタートなので、うんうん、そこにこの飛大先生と一緒に応援しに行く、で一緒に行くの、もうあのツアー組んでるので、はあ、すごいな、行きたい、ちょっとでもね、短すぎちゃうあれですけど、本当にももちゃんの夢もね、自分がこうなりたいっていうんじゃないんだよね、そう、そこれこれ旅行券10万円でその行きたいんです、わかります、あ、そういうことね、私がどっかに行きたいじゃなくて、そのフランスに行けるんでちょっと足りないんですけど、もしこれがもらえたらと思ってます、ね、そういうことなんだね、そう、あと10 10 10 いやいやでもね、でも本当にその応援が、あのいつでもどこでも応援したいと思った人をできるような人生が送りたいのが夢ってなってます？はい、なってます、いいですよ、全然構わないですよ、はい、はい、まあね、でそれを夢に実現するためにも、まあ、頑張っていただきたい、はい、ダイエットセミナーですか、まずはこれです ね、今週ね、はい、はい、10万10万10万ね、本当はこの浴衣一式でよかったんですけどね、はい、何それ、あ、このなんか鹿の胡椒っていうのが、ああ、それもあるのね、はいはいはい、新村井さん応援 TV ね、しほちゃ ん、 さん面白い、 TV 面白いね、あ、本田さんから来ました、あさってのメディカツよろしくお願いしますということで、ね、本田さん、先ほどはどうもありがとうございました、すいませんでしたね、あさって、本田さんこれ引いた、これ引いたんですよ、これ、ね、これそう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 21日、20時からね、北原さんとの対談、はい、メディカツやりますんで見てくださいね、はい、あ、村井さんなんてあなたは優しい人なんだ、優しい人なんだ、私のお友達はみんな優しいです、生田さん今日の水越さんの声いつもと違う、隣から美人拍手のおかげかなと、あ、本当ですか、ありがとうございますゆきちゃんゲストにもこちゃんの応援してもらうコーナー作ろうね、あ、本の出版の夢を語ってくださいって、これ何、そうなんです、あ、これさっきホームページ見てくれたのかな、あ、そうかも、そうなんです、本出したいです、あ、出版ってことね、はい、いやそれ言ってくんなきゃ、やりましょうよ、はい、やりましょうって俺言ってもしょうがないけど、まず企画書を作りましょう、どうやって作るんですか、ね、ネットで本出版企画書ってたらいっぱい出てきますから、やっぱね、ディズニーのことをいっぱい聞かれてそれを求めてる人もいっぱいいるよって、せっかく23年勤めてたくさん学んだんだったら、 それをね話してあげるのもまあ一つの応援だと思うんですけど、出版をね、あのコンテンツいっぱい持ってるからね、持ってるんですよね、絶対でもやりようにあると思う、ね、出し方が分かんないです、うん、だからプロデューサー募集中マネージャー募集中です、でもこれをね、もし番組見てくれた方でね、夢叶うんですよね、いや叶いますよこれ、ほんと、あのこのメディカスで言ってからすぐにテレビに出た方もいますし、はい、出版も決まった方もいますし、はい、いっぱいいますんでね、はい、やっぱり誰が見てるか分かんない、でしかもこれ YouTube にまた上がりますから、うん、あ、誰が見てるか分かんないからね、そかそかそか、すごいアイデアはと行動力があるじゃないですか、うん、なのでそれをこう形にして、その企画書だったりとか、ね、マニュアルにしてくれるとか、そういう人がね、うん、欲しいんですよね、はい、これなんだっけ、はい、ゆきちゃんガムシャラの話、ガムシャラの話してくれて、皆さん応援してください、あ、そうなんですね、大好きなんですけど、ゆきちゃんありがとう、はい、ぜひ、佐藤、あ、畑野さん、もこさん素敵、無償でわーいって言ってますよね、はい、ぜひ、応援させてください、あなたを、はい、はい、あ、ミキちゃんもね、旅行券10万円魅力ですよねって、ね、火花が散ってますけどね浴衣ゲストでお会いできるの楽しみにしてますってミキちゃん、僕も楽しみですよ、2人がステージに立つの、そうですね、うん、はい、あ、白石さんの応援はこちらってね、あ、コメネッチありがとう、クラウドファンディングね、あ、生田さんいつもねこの番組見てくれてね、あ、そうなんですね、僕がテンション高いのおかげで元気いただきますっていつも言って、もう元気与えてますから本当ね、メディカツはね、はい、このメディカツを見てまた次の日から1週間頑張っていただけたらというふうに思ってますので、はい、ということで2時間超えました、はい、ね、ということで、あ、ほら米さん、商業出版企画書を送ったらきっと必ず通ると思います、
すごい。2017年発売と目指しましょう。あ、いいですね。ね、米田さんももう近々今構成中でしたっけ、本が出るということでね。すごい、先輩、はい、先輩、大先輩、ね、あ、ノアさんもね、夢叶えたいですけどね、はい、ぜひ夢を叶えるためにはまず語るね、であと紙に書くってことも大切ですしね、あとはもう行動して感謝の気持ちを持ってね頑張っていきましょうということで、さあ、ということで、はい、ちょっと長くな、今日はねかなり長くなりましたけれどもギャラリーの皆さんもお疲れでしょうかね。あやさんありがとうございました。130分、ありがとうございました。マクさん、ありがとう。マクさん、サングラスがない。ハルさん、ありがとう。ありがとうございました。お疲れ様でした。ということで、一番お疲れ様だったのは、まあ、今日はね、もこさんということで、どうでした、メディカツ。いや、本当はね、あの緊張すると思ってたんです、うん、あの老舗番組のね。いや水越さんのね、はい、番組に、うん、全然楽しかったです。楽しかったでしょ。はい、もうあっという間ですよ、ね、本当、もう本当セミナーにね、出て、さっきワクワクしたって言ったじゃないですか。でワクワクしたんですけど、やってみたらそれ以上に面白かった。素晴らしい。あのね、本当面白いんですこの番組。面白いんですよ。僕がやってて面白いんだから。はい、で僕はね、やっぱり毎週やってるんで、うん、これよく話すんですけどね、体調が悪い時とかね、うん、気分が落ち込んでる時もやっぱ。あるんですよ、たまに。わかります。でその時にね、ゲストに来てもらうでしょ、こうやって話すでしょ、うん、元気になる。元気になるんです。本当にありがたい。本当に、あとは、ね、本当にそうです。見てる方、今日もコメントたくさんくれてますけども、はい、やっぱり視聴者の方がね、こうやってコメントくれるって見てる方と一体感を感じるでしょ。そうするとね、本当にこっちは元気もらえる、ね、本当にありがとうございま す、いつも今日もね、たくさんのコメント本当にありがとうございます。ありがとうございました。ということで、はい、あ、え、愛のツイートでしょ。え、何ツイート対象は、あ、選ぶってこと？選ぶってこと？あ、いつもね、この場で選んでないんです。選んでない。全然構わないです。はい、あの愛のツイート対象はセミナー。セミナーです、ね、あ、さっきね、でも出たいってしてダメなの彼女は。彼女誰だっけ、このしほちゃん。あ、しほちゃん、あ、しほちゃん、しほちゃん出たい、出たい、さっきコメントしてたよ。これのイベントじゃなくて、え、違うでしょ、ダイエット。あれ、しおちゃんはね、ちゃん、あの、あなた応援 TV つながりでゲストさんのお友達だったんですよ、うん、だから、あ、お会いしたことないんですね。あ、そうなの。しおちゃんセミナー出たいって言ってたよ。全然、ぜひ。じゃあしおちゃん、ぜひ、あの愛のツイート大賞でもいいじゃないですか、しおちゃん。はいね、はい、はい、あ、竹森さん、すごい2時間超えた。お、夢を叶えるためには何事も行動ですね。見てるだけで元気、あ、見てるだけで元気出ますよ。生田さん、ありがとう。生田さん、ご飯中もずっと聞いててチャット打ってて怒られるかと思ったけど、旦那ちゃんも一緒に見てくれたよ。旦那さん、旦那ちゃん、ありがとうございます。長いことごめんね。気に入ってくれたみたいと思うけどね。はい、旦那ちゃん、お名前なんだろう。よろしくお願いします。旦那ちゃん、よろしく。あ、最後にね、メディカルスポーツね、やりたいと思いますんで、これは視聴者の皆さんも一緒にやっていただく。私もね、やってるんですよ、いつも。やりたくないでしょ、見てると。やってますよ、ね、だって叶えたいから。これ開運メディカスポーツ、はい、夢叶いますからね、ちょっと練習しましょうね、はい、カメラに向かってね、はい、いきますよ。これ練習ですからね、はい、火曜の夜を、まずですね、火曜の夜を楽しみには DM を出します。下から出します。メディカツ、逆な、顔の右ですから、皆さんね、間違いないよね。これね、ずっとね、番組見てる人はこれやるとね、逆になっちゃうんだよね、これ。そう、顔の右ですから、皆さんね、顔の右ね、 M を出して、で、これ止まります。もう一回練習いきます。火曜の夜を楽しむにはメディカツ。で、これ止まってね、はい、これ練習ですよね。これ練習です。火曜メディカツポーズですからね、はい、はい、じゃあいきますよ、はい、本番いきますよ。じゃあ皆さんも一緒に開運メディカスポーズやりたいと思います。お願いします。火曜の夜を楽しむにはメディカーズ。ありがとう、ありがとうございます。イエーイ、ということで、はい、皆さんね、長時間お付き合いいただきありがとうございました。本当に長時間、本当に、ね、ありがとうございました。もう、ね、想定通りですね。もうね、本当帰れなくなっちゃうよね、もこちゃんね。あ、カイさん、私も今からご飯です。本当ありがとうね、付き合って。はい、ほら、ダイエットセミナー気になりますけど。本当だ。ね、長ちゃん、ありがとう。はい、あ、波多野さん、ありがとう。来た、メディカスポーツって ね。これね、メディカスポーツって本当にね、運が、あ、波多野ちゃんなんかね、さっき電話くれたでしょ。はい、メディカスポーツって本当に運、どんどんいいことが出てきた、一人なの。
ね、畑野ちゃんありがとうね、いつもね、村井さん腹減ってありがとうね、ということで、はい、ああ米屋さんね、メディカス顔の右でしたかってやっぱ逆なんですよ、やっぱりね、思っちゃうんだよね。神戸さんメディカスポーツ来たってことね、皆さん本当にありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで、あね、ハコちゃんもありがとうございました、しほちゃんもありがとう、ということでメディカスですね、また来週、やりますんでね、ぜひ、見ていただきたいと思います、それでは皆さん、ちょっと待ってね、はい、はい、それでは皆さん、あ、生田さん初めて逆のお客様見ました、これメディカスポーツね面白くて元気出ますってね、はい、ということでまた来週見ていただきたいと思います、それでは皆さん長時間ありがとう、それでは皆さんバイ、さあ、ダイエットして頑張ってディズニーランド行こうぜ、行こうねー